今回ですね、ゲストとしてこの方に来ていただきました植松壮さんです。こんばんは。こんばんは、地獄先生植松壮です。よろしくお願いします。あんな子いたっけみたいな、うんうんうん、自分の中ではいたって記憶があるけど、周りの人に聞いてもそんな生徒いなかったよみたいな話になるみたいなので、はいはい、植松さんの中では記憶にあるけどそんな生徒いなかったみたいな、あります。一つだけです。本当に十何年も先生していて、つい一昨年かな、僕あの夢の中で蛇に噛まれる夢見たんですよ。ほう、で縁起良さそうだ。縁起良さそうですよね。縁起良さそう。でも蛇がただただ風船を噛んでパンって割っていくだけの夢なんですよ。いっぱい噛んで割っていく夢を見ていて、でそれが何日も続いたからおかしいなと思っていた時に、そのことをぼーっと考えながら学校の廊下歩いてたら、後ろから先生ヘビって言われたんですよ。生徒に、はい、うおーってなったんですけど、都会にヘビなんてそうそういないじゃないですか。いないですよね、校舎の中なんて絶対いないで、いないじゃないかよって振り向いたら、男子生徒でへへって言いながらタタタタタタといなくなっていったんですよ、うん、で俺が授業を持っている生徒じゃないなって思ったんですけど、でその後にその生徒がどうしても気になって気になって、顔をめちゃくちゃ覚えてるんですよ、うん、これいなかったらどうしようって、うん、もう鳥肌ってゾワゾワしながら全校生徒の顔写真の冊子があるんですね、はい、でそれ見てったんです。時間をかけていないんです、っていうのがありました。で実際にその蛇に噛まれる夢が最終的に僕自分が噛まれて終わったんですよ、その夢が。1週間ちょっとぐらい見たんですけど、自分が噛まれた後に起きたら蛇に噛まれた、血だらけになって僕朝起きたんですよ、っていうことがあったので。多いっすね、なんか情報量が。そうなんですよ。だからどこまで行っていいか分からなかったんですけど、だからその生徒はいなかったです。やっぱあるんですね。以前僕7階建ての校舎の学校に勤めてたんですけど、その一番上の7階って教室はないんですよ、あるのが書道室とか音楽室とかなんですけども、そこにエレベーターで7階まで上がって、エレベーター開いたところに多目的トイレがあるんですね、そこは絶対に使っちゃダメって言われていて、施錠もされていて、その鍵っていうのは職員室の奥の奥にしかなかったんですね。だから開かないはずなんですけど、生徒たちがそこ開いてて誰かがこう覗いてたっていうのが何件もあったんですよ。一件じゃなくて何件もあったから、ちょっと怖いなと思ってたんですけど、ある日また生徒がやってきたんです。職員室に来て、先生また7階のトイレって言ったから、また覗いてたのって言ったら、違うんですって言って、鍵かかってるのに中で誰か泣いてるって言うんです。で僕も一緒になって、生徒と一緒に7階上がって、確かに鍵かかってるんですよ。確かに中で誰か泣いてるんですよ。え、声も聞こえるんですか。はい、だから、あ、人間だと思って開けたら、1年生の女子生徒がうずくまって泣いてるんですよ。本当にいたんですか。はい、なんでこんなとこにいるのつって、もやっぱパニックになってるので、泣いてるので保健室に連れて行って、ちょっと落ち着いた頃にどうしたのって聞いたら、自分は4階の自分の教室のあるトイレに個室に入って、そのままうたた寝しちゃったらしいんですよ、はい、うたた寝してふって起きたら、その7階の多目的トイレにワープしてたって言うんですよ。閉じ込められてたって。そうなんです。それでも怖いし暗いし、どうしてもいいか分かんないし、7階誰もいないから誰も助けに来てくれないしで泣いてたっていう、っていうのが以前ありましたね。だから施錠している理由が何かあるんでしょうね。いやー怖ー、なんかそこで、ね、もしかしたら何があったか分かんないですけどね、はい、入っちゃダメな場所ってやっぱあるんですね。あるかもしれない。あの僕の生まれ育った新島では、はい、心霊スポットとか、ちょっと、まあ、秘密と言われる場所には家を建てちゃいけないってもちろん言われているので、その近くに学校を建ててますね。でその学校の近くでが海軍墓地ってのがあるんですよ。海軍の方々がそこに埋まっているんですけども、そこでやっぱり夜な夜な警備員さんはちゃんと寝泊まりしているので、その方がラッパの音を聞いたり、さっきと同じように行進する音が聞こえたりっていうのは聞いたことありますね。やっぱあるんですね。あるはある。やっぱそういう土地に建てちゃうみたいなね、聞きますよね、うん、ありますよね。今はねもうあんまないでしょうけどね、うん、昔は結構その土地のそこを何があったか調査をせずにとか、うんうん、掘り返さずにみたいな、はい、結構ずさんな工事やってた時代もあるっていうじゃないですか、はい、そうですね。こう建てるって決まってこう掘り返して骨が出ちゃうと建てれなくなっちゃうからみたいな、うん、長い時間みたいな、臭い部分に蓋をするじゃないですけど、はい、知らない状態で建てられた学校でも未だに残ってるとこあるかもしれないですよね。そうですよね。田舎であればあるほどあるかもしれないですね、うん。今の生徒から聞かせてもらったんですけど、中学校の時に修学旅行に行って5人部屋で、でみんなで寝静まっていたんですけど、寝ているとパチッ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 ってライトをつけて消してつけて消していたずらしてるのがいるんですって。もう夜中なのにやめろよと思ったんですけど、その思っていた生徒の真上にしかスイッチなかったんですって。え、寝ている真上にしか、だからできるはずがないんですよ。えって思ってたら、
今度はスーっておじいさんが入ってきたんですよ。おじいさんが入ってきてぐっとの覗き込んできて、うん、帰れ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 ってずっと言ってるんですって。もう怖すぎてちょっとごめんなさいごめんなさいって言ってると、そういった気配が消えたんで、あ、よかったと思って目を開けると、またスーって言って立ち、今度は先生たちの見回りが来たって言うんですね。二人で来てたそうなんですけども、うん、その先生たち見たら手に数珠持ってたって言うんですよ。だからもう先生たちも出るって分かってるって、ね、うわそこが、はい、だからもうあれ一番怖かったって生徒から聞かせてもらいました。生々しいですね。そうなんですよ。生徒側が花子さんみたいな感じで例としてっていうのはあるんですけど、うんうん、はい、先生側もやっぱその学校に思い入れ強かったら、うん、先生側もこう例として出たりとかやっぱすることあるんですかね。それは、うん、たまに聞きますね、先生の例みたいな。先生の例がプールに出てなんか飛び込むふりをして遊んでた生徒がいて、それを幽霊の先生が怒ったらしいんですよ。こら飛び込むなって怒ったらしくて、それ以来夢に毎晩その先生が出てきて釘を刺してくるんですよ。お前飛び込むなよ飛び込むなよって毎回言ってくるっていうのは聞いたことあるんですけど、先生の例って確かにあんまりあんまり聞かないですよね。じゃあすいません、ちょっとバタバタした時にですね、はい、党からお越しいただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで、本日のゲストは上松さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今回はスペシャルなゲストをお呼びしております。 T1 グランプリの際はお疲れ様でした。神原めぐみさんです。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。私のお母さんと私との間で起きた話なんですけども、はい、私の地元ってすごい田舎で、まあ、ある日ですね、学校から帰ってきたらちょうどうちのお母さんが夕飯のスーパーの買い物に行くとこだったんですよ。で、私の地元家からスーパーまで車で5分から10分ぐらい走らなきゃいけないんですよ。だからお母さんが運転する車に乗って私もスーパーついてったんです。でスーパーに到着して買い物を始めると、で今日の夕飯何って聞いたら、じゃあ今からカゴに材料入れていくから何か当ててみとか言って、ね、そういうこう和気あいあいと買い物を済ませて、はい、じゃあ帰ろうかっていう時になって、2人で車にバンって乗り込んだ瞬間から今まで至って普通だったお母さんの機嫌が急激に悪くなったんですよ。もう口をむっと結んで眉間にグッとしわ寄せて、一言も口聞いてくれない。あれ、私なんか変なこと言ったかなって考えてみるけど、全く思い当たる節はないし、でも今うかつに声かけて余計怒らせても嫌だから私も黙って座ってたんですよ。そしたらそんなお母さんの異変っていうのがこれだけじゃ済まなかったんですよね。普段すごい安全運転に気をつけてるお母さんがめちゃくちゃに飛ばすんですよ。ものすごいスピードで、見通しの悪い一本道とかをものすごいスピードで急ハンドルに急ブレーキに急発進にって、何度か事故りそうになる瞬間もあって、私が思わずうってこう声を上げてもお構いなしに飛ばし続けるんですよ。私恐ろしくて声もかけられないから手すりとシートベルト握って事故らんでくれ事故らんでくれって祈ることしかできなかったんですよ。でそんな地獄のような10分間のドライブを味わった後、なんとか事故らずに家までたどり着いたんです。はあ、よかった事故らんかったって心底安心したんですけど、今とてもじゃないけどお母さんと一緒に降りたくないって思って、私すぐ2階に上がって、まあ、勉強したり漫画読んだりとかして過ごしてたんです。でしばらく経ったらお母さんからご飯できたよって声がかかったんですよね。ではーいって兄弟で降りてったら、お母さんの機嫌がまあいつも通り戻ってるんですよ。あ、よかった、お母さん機嫌治ってるわって。でもなんであんなに怒ってたんやろって思いながらも、まあいいやってご飯いただいて、で食べ終わってからまた家族が思い思いのことしてるんですね。兄弟は2階に上がって、でお父さんはお風呂に入って、私はお母さんと2人っきりリビングに残ってテレビを見てたんですよ。でしばらくぼーっとテレビ眺めてたら、不意にお母さんが一言、今日はあんた連れて死のうと思った、ちょっとって言ってきたんですよ。怖っ。もうね、私その言葉に返事をすることができなかったんですけど、私の人生においてお母さんがそんな発言したの後にも先にもこの時だけなんですよね。でもなんでそんなこと言ったのかやっぱ気になるじゃないですか。だから数日後すごい機嫌がいいタイミングを見計らって、ね、お母さんあの時のあれなんじゃったんって聞いてみた。そしたら全く覚えてないって、まあ、あの時のお母さんに何が起きてたのか分かんないですけど、私の中ではトラウマになって忘れられない話です。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめん。いやー怖いですね。やっぱ去年の10月ぐらいに、はい、まあ、地元帰るタイミングがありまして、はい、こんなことあったの覚えてるって本人に聞いたんです。おいいですよ、後日談みたいなことですよね、はい、そうです、そうです、はい、そしたらそんなことあったっけってガチで覚えてないんですよ。おー、じゃあ
本当になんかあの時のお母さんがなんかもしかしたら取り憑かれてたとか、はい、まあ、まあ私の中の解釈としては、はい、やっぱりお母さんあの時病んでて、で、もうそういう行為に出てしまって、でも、なんとか思いとどまったけど、後々私から突っ込まれるのが嫌で、覚えてないっていうことにしたのかなって思ったんです。で、そのうちガチで忘れたんだと思ってた。ああ、なるほど、なるほど。はい。それこそ T1 の、あのコメント欄の中で、はい、私も同じ体験したことあるからっていうコメントもいくつか見られて、うわあ、やっぱトラウマ掘り起こしちゃったなって申し訳なく思いましたね。いや、なんかそうなんですよね。ちょっとこう共感できた話というか、うんうん、僕、母子家庭だったんですけど、たまにそのいつもお優しいお母さんが、ちょっと怖くなる時とかってすんごい嫌だったんですよ、やっぱ、うん。なんかそういった共感の部分でも、なんか僕も会長で言ったと思うんですけど、こうすごい想像しやすかったみたいな。うんうん、なんか特になんかカゴ入れながら今日のご飯何か当ててみてっていうのを、ふとなんか思い出したんですよ。うん、あ、僕やったな、みたいな、うん。それでお母さん怒らせてしまった時のあの雰囲気っていうんですかね。そう、未だに覚えてるじゃないですか、はい、でそれが多分ね、僕はすごい共感できたんですよ、うんうん、なんかやっぱ1位にしましょう、うん、この話を大丈夫ですか、それは1位にした方がいいですか、そらしてほしいですけど でも決勝戦に上がれたとて、あのアミさんのあの1位の話に勝てるとは到底思えないです。いや、やばかったですね、あの話。やばすぎました。本日は来てくださいまして本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、まだ定期的によろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。この方に来ていただきました、チャンピオン、ありがとう、アミさんです。こんばんは。アミです、よろしくお願いします。チャンピオンってつけるの恥ずかしいですもんね。僕あの大道芸人さんでベンさんって知り合いがいるんですけど、はい、男性の方、僕より年上なんですけどね、はい、とある友達、はい、友達の家に遊びに行く時って言ってたと思うんですけど、はい、その人の最寄り駅で降りて家に向かう途中にあるなんか廃団地の前を通るんですよ、はい、で通ってアパートがずらーって並んでて、通ってる時に別に何の気なしにパッて見上げたら、はい、なんかあのアパートの上に人が立ってて、その人が飛び降りる瞬間見ちゃったんですよね、はい、でうわっと思ったら建物で隠れてるんですけど、ベチャンっていう音と、うん、誰か多分も第一発見者のキャーっていう悲鳴が起きて、そしたらアパート中の人たちがもうみんな見下ろすみたいな、うわーっていうのを見ながら友達と二人で逃げたっていう話が、だってそこ廃団地なんですよ。いや、これやばいでしょその話。ね、飛び降りた人だけじゃなくてっていうのを、その時は多分あの1分でキュッと、そう、こういう系のオチだと多分オチを言った瞬間だけじゃなくて、その後みんなで噛み締めて、あ、そういうことかって楽しめるかなと思って、いや、そう、1分でバーンと終わって、後からみんな、うわそうだ、廃団地だったあそこみたいな、人がいるわけないっていう、でうわーってなりながらありがとうございましたって終わる。もうちょっとアミさんも1分階段やりましょう、ずっと。こんな1分で怖い話できる人いないっすって。脱線しちゃうかもしれないですけど、はい、ちょうど今日 の今朝方まで別の仕事あったんですけど、あ、そうですか、お疲れ様です。朝まで明け方、そうです、明け方夜中にちょっとタクシーで帰ってる最中に、僕タクシー乗ると必ず聞くんですけど、はい、運転手さんが、50歳ぐらいの男性だったんです、はい、これも本当1分どころか、うん、ツイッターの140文字に収まる尺の階段だったんですけど、ちょっと前に3年ぶりに実家に帰ったんですよ、うん、そしたら後ろから兄に首絞められちゃって、うん、僕怖くて逃げてそのまま東京戻ってきちゃったんですよ、言われて、なんでですか、それお前3年も帰ってこなくてみたいなことですかって聞いたら、いや、っていうのが実家に3年ぶりに帰った理由って、その兄の13回忌なんですけどね。もうまたちょっとまた強くなるって兄がもうマジで1分どころか140文字で収まる。まあ、男性の方で足の怪我で入院したっていう方だったんです、はいはい、で僕まだ当時階段の仕事やってなかったから、うん、全然僕がそういうテレビに出てるとかも知らずに話してくれって、うん、詳しく聞かせてくださいってなったんです、すげえ覚えてるんですけど、うん、足の怪我で入院したのがめちゃめちゃ大きい病院の3階の個室に入院してて、はい、確かね、あの個室なんですけども、他にベッドがあったみたいな、ちょっと広めだったらしいです、うん、はい、の部屋で足の怪我の入院なんで、うん、もうめちゃめちゃ元気なんですって、うん、もう退屈なんですよ、だから退屈だから結構あの、まあ、つばぜというか、はい、ね、出歩いたりしてた中で、で、まあ、喫煙者でもあるし元気でもあるしっていうので、まあ、夜というか夜中ね、全然出歩いちゃってたわけなんですけど、はい、まあ、喫煙所が3階の喫煙所が閉まってて夜中は、はい、で1階の喫煙所を使ってくれっていうその病院のルールになってたんで、はい、その日もまあ足の怪我だけで元気だし退屈だしっていうので起き上がって、で、途中で缶コーヒー買おうと思って500円玉をポケットに入れて、でタバコ持って部屋を出て、で廊下の端っこまで行ったらしいんです。で夜中なんでね、あの
廊下って結構暗くて、あの緑のこれの明かりとかだけだったりするんですけど、エレベーターホールのとこがちょっと明るくなっててみたいな感じで、2台あるエレベーターの下ボタン真ん中にあるのを押してたら、なんか1台が来て開いて、で、まあ、下に降りると、で降りて、で途中で120円の缶コーヒーを買うと、で缶コーヒーをプシュッとやりながら喫煙所で一人でタバコ吸って飲んで、ああそろそろ帰ろうかみたいな感じで、でそのまま1階のエレベーターホールまで戻った時に上ボタンを押して、で待ってたら1台が1階で止まってる状態、もう1台が6階で止まってる状態だったんです。それ見た時にあれと思って、確かさっき3階から降りる時も1台は6階で止まってたよみたいな、あれとか思いながら、でもまあ今1階にいるから1階に止まってるこれがすぐに開くと思うじゃないですか、開かない状態で6階のやつがスッと降りてきたんですよね。であれと思って、あまあまあじゃあ片方しか使ってないみたいなことなんかなと思いながら中に乗ってしまって、3階ですからここから1階から2階3階で止まらずに4階5階6階で賃貸なんですよね。あれと思ったら廊下がその非常灯すらない真っ暗なまっすぐな廊下なんですよ。あれなんでって思ってたら、それが薄気味悪く感じたから、とりあえず閉まるボタンを押して3回押すんですよね、はい、で3回押すで閉まらなくて、あれと思って待ってるけど閉まんないなと、閉まるボタンを押す、でも何回押しても閉まんなくて、えちょっとえなんで閉まんない閉まんないと思ってる時に、もう向こうの方で小さくハハハハって聞こえたんですよね。でそれうわっと思って、え何え気持ち悪い気持ち悪いと思ったら、ハハハって聞こえるから、押しながらパッて顔上げたら、その薄暗い廊下の向こうの方から小さい男の子がハハハこっちに向かってどんどん近づいてきてて、うわーと思いながら、もう閉まってほしいからもうどん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 押すんですけど、閉まんない閉まんないと思ったら、向こうの方にいたその子もうすぐそこまでハハハハハってどんどん近づいてきてて、どうしようどうしようと思ったら、ようやくドアが閉まり始めたんですよ。あ閉まり始めたと思ったら、その子加速してハハハハってここまで来て、腰のとこバッて捕まえて、捕まえたって言ったんですよ。でそっからなんかもううわーっていう感情とともに、ふと自分の個室のベッドの上で目が覚めますよね、うん、でうわーと思って、えあ明るいと思って、あそっか夢か、うわベッドの上だもんなと思って、うわすげー怖かったわと、この入院中に病院の怖い夢見るってこれ最悪やなと思いながら、ちょっともう気分転換もしたいから、ちょっと一回起き上がろうと思って、とりあえずあの上半身をね起こして、でそのままベッドからちょっと移動しようかなと思った時に、ポケットの中でなんか感覚チャランっていう感覚があったんで、手突っ込んだらなんかその500円玉で120円の缶コーヒー買ってるから、お釣りの小銭が入ってる。あれ夢じゃない、でもえここまで戻ってきた記憶ないぞって思ってる間もハハハハって聞こえる気がすると思って、部屋中見渡して、えいないよないないよなと思いながら、ハハハハって聞こえるのはまさかと思って、自分が今腰までかかってる布団をめくったら、そこでハーってやってったっていうお話ですね。はい。最高だ。そんなんでしたよね、確かね。そうです、もうまさに。うわー、すげえな。何年ぶりに喋るんだろう。いや、これを最後の、うん、そのオチの部分で悲鳴が上がるんじゃなくて、うん、もう途中のあの6階の時点でもうキャーって上がって、もう最後の最後まで断末魔みたいな、そうでしたね、あの時終わってくっていう。そう、この話もだから当時、はい、うろ覚えで聞いて喋ろうと思って別のなんかで喋ったんですよ、はい、そしたらご本人から連絡来て、はい、神さん違いますよって言って、うち違いますよって言われて、最初僕部屋にその男の子がいて笑ってたって言ったと思ってたんですけど、はいはい、違います布団めくったらいたんですって言われて、はいはい、あそうだったんですねみたいな、2回取材して、だからちょっと記憶に、あ印象深いというか、へえ、はい、取材していく中でこう話聞いて取材してで、こうやっぱ後日談みたいなの生まれることってはないですか。しょっちゅうあります。その方は本当になんかそれを機に病院ごと転院を決意したらしいんです、すげえ大変だったらしいんですけど、まあ、ここは階段の中で喋っても面白くないからカットしてますけど っていうところがありまして、はい、でここ、まあ、城跡が公園になってるんですよ、うん、でここが、まあ、言ったら住宅街の真ん中にあるんですよ、はい、でも城跡なんでやっぱ公園内にアップダウン小山のようになってるところがあって、うん、でその上も歩けたりするんですよね、はい、
で僕に話してくれた方は営業マンの方、サラリーマンの方で、でその住宅回ってた時にお昼休憩を自分でね取るためにその公園の中でベンチ座ってて、じゃ次に訪れるお宅が公園をぐるーって回って向こう側のお宅だったんですけど、この小山の上を登ればちょっと突っ切れるというかがあるから、わざと上をまあ気分転換も兼ねて上を歩いてたら、上のなんかその小山の上の道が 1.5 人分ぐらいしか幅がなくて、対面だとちょっと避けてあげなきゃいけないみたいな感じだったんですよ。そこを向こう側から若い女性の方がちょうど来られたから、はい、あ避けてあげなきゃなって思って遠目で見てると、その方がこう足を引きずりながら、片足引きずりながら歩いてくるから、大丈夫って思いながらもどんどん近づいてって、でそのままちょっと避けてあげる、はい、すれ違うみたいなことがあったんですよ。でそこから数歩歩いたら、やっぱそのちょっと高いところだから、いや足怪我してんだったらわざと高いところ歩かなくてもいいじゃん、あの子大丈夫なのかなって、すれ違ってからね多分5メートル10メートル離れてから大丈夫かなってやっぱ気になって振り返ったら目の前にいたんですね。でそれびっくりして逃げたっていうことがあったんですけど、その後午後の営業回り途中から足の甲が痛くなってきて、自分が足を引きずりながら営業することになっちゃって、その後病院行ったら打撲ですって言われたらしいんです。打撲？打撲ってね強い衝撃与えたり打ったりしないとならないもんじゃないですか、うん、でも医者でそう診断されたから、うん、マジっすかって思いながら、その商店街のショーウィンドウとかに映る自分のこの足引きずってる姿を見ながら、うん、あの女と同じ歩き方してるって思ったらしいんですよ、うんうんうん、っていう話があるんで、うん、その場所行ってみてくださいって言って、うん、行ったんですよ、うん、で行って僕その公園の暗いところでこの話を生配信にしたんですよ、うん、したらあの住宅街の真ん中の公園ですよ、うん、この話した途端配信が途絶えちゃって、でスタッフさんが、まあ、男性スタッフさんが一人なんですけど、ちょっとこの話しない方がいいかまずいかもしれないですねって言われたんで、場所移動して喋ります、そうですねっつって本当 2,3 歩だけ移動して喋ったんですよ。そういうことではないでもそしたら意外にちゃんとあの配信にも乗るみたいな、あ、いけたんです、まあ、途切れ途切れですけど、まあ、ピンポイントで、はい、であって、で、まあ、そのまま配信続けてたら、うん、まあ、やっぱそういう公園の横だからか、まあ、ちょっとした廃墟の、ま、アパートみたいになったんです。そしたらそこね、やっぱお化け、あの肝試しで来られる方、うん、まあ、よからずと書いて不良的な人もいらっしゃるじゃないですか、はい、カラースプレーというか落書きがやっぱ廃墟にしてあったりして、ただこれがごめんなさい、本当女性の方とかもねご覧になっていると思うんですけど、ローマ字で男性の、あの、まあ、中央部分にあるひらがな3文字のものが、チンコですよ、ああ言っちゃった、はい、そうローマ字でありますね、それがローマ字でね書いちゃった、はい、まあ、そういうふざけあるんですか、はい、ありますあります。そしたらその男性スタッフさんと僕2人きりの撮影なんですけど、はい、その人が面白がって、あみ、うん、さんこれなんて書いてあります、読ませようとするんです、はい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 、いや、え、チン、いや読めるわけないでしょ、はい、みたいなツッコミを入れるみたいな、はい、でそしたらその後、はい、コメント欄が、はい、もうすごいことパニックになってて、え、何女性の声でそれを読んでる声が入ってるって言われて、ほほえっつって、であの生配信聞き直したんですよ、はい、そしたら僕がいや読めるかみたいなの突っ込んだ後に、女性がそれをふんふんって読んでるのが声ががっつり入ってるんですけど、その声の入り方が僕とマイクとの距離ってあるじゃないですか、もうここで喋ってるような入り方してるんですよ、で僕の顔の前にいるってことじゃんみたいな入り方で女性の声が入ってるみたいなことがあって、ちょっと待って、ここってだって女性の人が目の前に来るスポットだよねみたいなことを言ってたら、僕ねその直後に左目から血が流れ始めたんですよ。目から血、目から血流れ始めて、もう目の中真っ赤になって、で医者に行ったんですよ、打撲って言われて、もうマジで階段やめようかなって思いましょう。だって確実に強い衝撃なんか与えてないけど、あの人と一緒だ、あの女が目の前に現れると打撲するんだっていう、あの物理的に加えてきてるってことですか、とかがありましたよ。でもなんかこの殴られたみたいな感覚とかは別にないわけですよね。一切ないです。それがまた怖いですね。そうで、この話もっと本当はしたいんですけど、まあ、今日は、まあね、タクさんがねこういうのおそらくお好きだからこうやって楽しんで聞いてくださってるじゃないですか、やっぱ女性があの3文字を読んだのところでやっぱみんな笑っちゃうんですよね。せっかくお化け出てきたのに笑っちゃいますけど、それ読むんかいみたいな空気になっちゃうから、この話実はあんまりする機会なくて、相当情緒不安定ですよねその女の人は。チンコって言った後にアミさんのことぶん殴ってるわけないですか。いや、分かんない、そ殴ってるかどうか分かんないですけどね。そうそう、はい、女性もしかしたらそこでなんかもしかしたらあったのかもしれないですし、でも素人ですしね、なんか、あ、確かに歴史を遡るともしかしたらなんかそこにあるかもしれないですね、はい、うわな、直接害加えられてるじゃないですか。そういうのがね、あの何度もあります。
その話をやろうとした、某局の打ち合わせ会場でその話をして、その時 DVDR に焼いてて、はい、でそれを現場の AD さんが、じゃあその時の音声これなんですっつって再生 しようとしたら、はい、あ皆さんごめんなさいっつってバッてやって、ノートパソコン斜めに亀裂が入ってて、すいません再生できませんってなって、あの会議室がうわーって騒然として、うわーこの話本物だ、地上波でできませんってなって、出番なくなっちゃったんですよ。で怖かったのが、出番なくなっちゃって会議終わった後に AD の方が一人で悲鳴上げてて、見たらポケットの中から出した AD さんの iPhone の画面に同じ亀裂が入ってたんですよ。でうわやっぱこの話絶対しない方がいいですねっていうところもひっくるめて、まあ、この亀裂が入ったのもちょっとすごい偶然というか面白いじゃないですか、はい、とあるツアー、僕全国ツアーとかやってるから、はい、ツアーで北海道行った時かな、はい、で喋ったんですよ、はい、でやっぱそういう時に最前列の人たちって早めからチケット買ってくださったね、すごいあの前のめりに楽しんでくださってる方々じゃないですか、はい、この話をしてで亀裂が入って亀裂が入ったんですよみたいな話をした時に、最前列のおじちゃんが一人はっていう顔をしてたから、まあでもね言ってその顔はみんなには見えてないから、はい、僕はどうしたんですかって言うわけにはいかないから知らん顔してあの話を続けてたら、おっちゃんがはっって言った後にパッて出して見せてきたんですよ。えと思ってパッて見たら最前列のおっちゃんのスマホに斜めに切り使われてたんですよ、あこれ本当に喋っちゃダメなやつだってなったっていうのとか、あ聞くだけでやばいってことですね。話すだけでかわいそうです。だって AD さん自分自前のノートパソコンも iPhone もまだ阿部さん自身は亀裂は入ってないですよね。僕のには入ってなんで、まあでもそれで地上波1本なくなってますからね、だから仮に配信とか流した時は見てる人のスマホに亀裂が入るわけかもしれない。無差別テロ起こせるじゃないですか。そうやっぱそういうテロ話的なのやっぱあるんですね。ありますあります。よくねこう、はい、その言葉を聞いてしまうとその呪いが伝授してみたいな、まあ、呪詛じゃないですけど、うんはい、こうどんどんその呪いを移すじゃないですけど、はいありますね、そういった話はありますけど、あります、ね、直で一瞬でそういう機会がある話っていうのは結構珍しいですね、うん、なんかこれ続けてていいのかなこの仕事って思う瞬間がやっぱりいくつか、やっぱありますよね。ありまして、まあ、結果続けてるんですけど、僕の中でこういうのを取り扱うと運気であったりとか、そう下がるってやっぱ感じますか。だから一番困るのが、はい、配信中とか収録中にね、はい、なんか起きたもうしょっちゅうあるんですよ、はい、機材トラブルだったり、うん、照明がおかしくなったとかいいんですよ。カメラもオフにして家に帰ってとかの時に地味に運気下がってるとかが嫌。うわそうですよね。やっぱ精神的にもどちらかというとマイナスの話が多いじゃないですか、うんそうですね、やっぱその話をすることによってその、まあ、自分のこうマイナスな気もこう入ってきちゃうというか、うん、そういうのやっぱ感じますか。感じますね。あの一昨年ぐらいだったと思うんですけど、最近ですね、とあるキャンプ場、はい、湖のほとりのキャンプ場がお化け出るっていうので紹介していただいて、はい、そこ湖なんであのちょっと周りの山々より低い位置にあるんですよ、うん、のキャンプ場なんでそこまで車で行って駐車場から歩くルートもあれば、うん、ちょっと高い位置に車止めて下山していくルートもあったんですよ、うんはい、で僕らたまたまこの高い方に行って下山していく、うん、で僕ともう一人響さんっていう男性の方がいて、はいはい、二人でさっき言ったその悪ふざけするディレクター、うんうんうん、男三人でまあ、行ってたんですよね。で生配信しながら行ってて下山し終わったらちっちゃい橋みたいなのがあったんです、うんまあ、湖なんでかかってるちょっとした橋があってそこ渡ろうとしてる時に僕と響さんが二人同時の後ろ振り向くみたいなことがあって、うんうん、今誰かいましたよねつって、うん、あ気配ありましたですよねつって言いながら橋を渡り切ったぐらいで、まあ、そのディレクターズまた亜美さん一人で行ってきてくださいって言った気配したんでしょさっきみたいな言われて悪ノリですよね、はい、いやでもいやちょやめてくださいさすがにこんな怖いところで一人はこれ見てる皆さんもね、うん、視聴者の皆さんもそれはかわいそうとかコメントいっぱい来てるでしょっつったら、うん、あみんな行けって言ってますしたらもうやっぱ楽しんでもらいたいから行くじゃないですか一人で、はい、片手に照明自分に当てながら持って片手に iPhone で配信してたね、はい、こう持って自撮りしながらじゃあ行ってきますっつって一人で橋渡るめっちゃ怖いんですよ。でさっき二人が振り返ったあの辺り下山してすぐの山道の辺りまで戻ってきて橋で渡り切って戻ってきて、はい、さっき気配したのこの辺だと思うんですよねみたいな自撮りしてる途中にもうはっきりと女性の声で連れてってって入ってたんですよえっってなってで僕それ現場ではっきり聞こえてこの辺で言われた気がしたんですよ、はい、でめっちゃ怖くて振り向けずにそのまま橋をもう渡り切って、はい、いやいやもうやばいやばいやばいっつって今もうマジで聞こえましたよっつったら放送にもガッツリその音が取れてたっぽくてもうコメント欄も大パニックだし、はい、あとなんか素晴らしい視聴者の方が、はい、僕渋谷怪談夜会というイベントをやってるんで、はい、みんな渋会って呼んでくれるんですよ、はい、渋谷の渋に怪談の会で、はい、でそれがニコ生配信だったんで、はい、タイムシフト TS っていうんですけど、はい、渋会 TS
をハッシュタグにすると、はい、なんかその過去の僕がその変な現象に起きた時の動画をまとめてくれてるユーザーさんたちがなんかいるんですよ、はい、もうそこで現場でパニックになってるのに早速ツイッターに上げましたっていう人がいて早いですね、そう早いんですよ、仕事早いですね、現場でツイッター開いて、はいはい、さっきの僕が聞こえたシーンがもうツイッターに上がってるから、はい、これだってパッと見たら連れてって入ってるんですよ、うわーってなって3人でね、うわこれやばいっすねってなったら、その後ですね、その次の日か2日後かちょっと忘れましたけど、あそれこそまさにその後ノブさんたちに会う予定の日だと思うんですよ、はい、六本木通りを普通に通行してたら、はい、六本木通りですよ、そのキャンプ場からもうだいぶ離れた都心のど真ん中の六本木通り歩いてた時に後ろからそれ聞こえた気がしたんですよ、でえって思った瞬間に、はい、足と背中に大激痛走って、僕車に普通に跳ねられたんですよ、後ろから聞こえた直後、でそれがタクシーだったんで、本当すいませんって降りてこられて、でもいやもうまずあやべえノブさんたちのやつに遅刻しちゃうっていうのがあって、すいませんってこのもっとあるよ、警察が警察署がしかも近かったんですぐ来てくださって、現場検証とかしてる写真撮ってすいませんちょっと遅れますって写真送ってすごいみたいな、ね、階段を10年以上集めてると心霊スポット行ったせいで事故に遭うって話めっちゃ聞くんですよ、多いですよね、ついに自分が体験しちゃったなみたいな瞬間がめくりめくってきて頼られるんですよやっぱ、うんうん、でも僕そういうのお笑いができるわけでも見えるわけでもないから、はい、ちょっとそういう知り合いに相談したりするんです、うんうん、代わりに、うんうんうん、で、居酒屋さんでちょっと店長的なポジションをやってる方に、相談されて、はい、知人の方に相談されて、朝5時までやってる居酒屋さんで、はい、最後締めまでその方がやってるんですよ、はい、男性の方で、はい、でその方が、ご実家に今も住んでおられて2階に自分の部屋があるらしいんですけど、はい、朝5時にお店閉めて家に帰ってで、まあ、言ったら彼にとっての晩御飯的なものが朝のもう6時とか7時なんですよね、うん、でそれをまあ途中で買って家に帰って自分の部屋でなんかつまんだりしながらテレビゲームするのがいつもの日課らしいんですけど、うんうん、そしたらなんか7時8時ぐらいにご両親が共働きなんで外に出られるらしいです、はい、したらあの家の中一軒家なんですけど一人になるじゃないですか、うんはい、完全に一人なのにテレビゲームしてるその2階の下の階1階からタッ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 と足音聞こえたらしいんですよ、いやですね、最初は気にならなかったらしいんですけど、はい、それが次の日もタッ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 朝、はい、両親が出てったとするから2階のドアガチャって開けて廊下に出ると、はい、実はリビングが吹き抜けになってるんですよ、うんうんうん、覗けるんですよ、ね、はい、したら誰もいないんですけどタッ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 って聞こえたんですよ、これってなんとかできませんかって言われたんですけど、僕はそういう能力があるわけでもないし、はい、いやちょっと無理ですねって思ったけど、はい、ちょっとでも一回来てほしいんですって言われたから行ったんですよ、でも僕が行ったところで何もできないの、はい、自分が分かってるから、ちょっと僕の知り合いでちょっとそういう時に頼ってる方いるんで、はい、連れてっていいですかっつって、はい、僕より年上の男性の方なんですけど、はい、その方連れてったんですよ、そしたら前の晩からよかったらうちの居酒屋に来てくださいって言われて、うん、飲み食い、まあ、言ったらごちそうになって、はい、で朝5時から一緒に彼のお宅に行って、はい、彼がいつもやってるようにテレビゲームも一緒にやってたんですよ、うんうんうん、聞こえたんですよ、聞こえたと思って、うん、こうなってくるともう気になるから見たいじゃないですか、はい、ガチャってそっと上げて廊下に出たんですよ、だ彼と自分とその寝たよってる人3人で吹き抜け講師を覗いたんですよ、そしたら、はい、音だけが確かに部屋中を駆け回ってるように聞こえたんですよ、そしたらやっぱ僕も気になるから、うん、これやっぱ誰かいるんですかって小声で聞いたら、あーいるね、なんかスーツ着たサラリーマンっぽい男性の方が走り回ってるねって言われて、ほうって言いながら、そうなんすねって言われたら、見えてないけど僕もやっぱ見たい欲が出てきちゃって、うん、頑張ってこう覗いてたんですけど、もっと見たくてちょっと乗り出したんですよ、はい、その瞬間に下からドーンって音がして、うん、うわーみたいな、うん、うめき声がうわーってきたんですよ、うん、だからやばいと、顔出しすぎたかも、怒らしちゃったかもと思って、大丈夫ですか僕これ大丈夫ですかって言ったら、あーサラリーマン走ってたんだけどね、タンスの角に小指ぶつけてうなってるねって、あすり抜けたりとかもしないんだって思った話なんですけど、だから僕そういうのできないのに頼られた結果こんな結末を迎えてしまった、でもなんかあるって言いますよね、霊がこけたりとか、ある結構あるみたいですよ、意外と多いって言いますよね、うん、足つまずいてそのまま霊が怪我するみたいなのを目撃した方結構いますよね、なんかちょっと詳細忘れたんですけど、ね、僕笑っちゃったのが、うん、
2階にリビングがあるタイプの一軒家ってあるじゃないですか、はいはい、そこでご家族と話してる時に、はい、登ってきた階段の上りっぱなのところがちょうどその女の子が座ってたソファーから正面だったらしいんですよ、はい、で家族がいて、はい、たまたま視界に入ったその階段の上までなんかおじいさんみたいな人が登ってきたらしいんですよ。でえっと思ったからえって言っちゃったんです。そしたら向こうはえっつって多分見えてるのみたいなことになったのか分かんないですけど、はい、って言った後その階段の方にハッてなって落下してなってったからちょっとえっと思ったからうわーって言って階段の一番上から下覗いたら、うん、あの一番下でこけてたらしいんですよ。でやっぱあるんですよね。あれ聞いた時にわそんな話もあるんだみたいな。住んでたワンルームのマンションが、はい、マンションの3階だったんですけど、はい、まあ、どうやらそういう場所だったっぽくて、はい、まあ、もちろんそれを知らずに住んでたんですけど、はい、当時だからもう2010年ぐらいって、はい、スマホじゃなくてまあパカパカのガラケーの時代にちょうどビデオ通話機能がついてすぐぐらいだったんですよ、はい、夜中の3時4時ぐらいかな。面白がって当時、ね、お付き合いさせていただいてた女性に、はい、まあ、ちゃんと朝から働いてる子ですよ、はい、その子にこの4時ぐらいにかけるってすごく怒られるだろうな、だいぶ迷惑かですね、うん、そんないたずらをもう思いついてしまったら部屋の電気も消して真っ暗の状態で、はい、でこう画面液晶が明るくなるから自分だけが照らされる状態で、はい、まあ、寝っ転がった状態で部屋の中央で一人でこう液晶の明かりだけの状態で向こうが出てくれて眠そうな顔してるなっていう状態でピースピースしてたら急にその画面の向こうで眠そうな顔がめっちゃみたいな顔になったから、うわやっぱこの時間は怒るかと思って切って、はい、今多分かけても怒るだろうから明日起きたぐらいに電話しようと思ってたら、はい、すぐその子から当時 LINE とかなかったんでメールで来て、はいはい、本当にそれ見て僕はもう衝撃受けたんですけど、はい、何なのよっつってメールの文章、うん、なんでわざわざ見せるのよ、わざわざ隣で寝てる女は誰なのよって思うそう言われた部屋に明日からも住む自分、大カウンター食らってるじゃないですか、めっちゃ怖くてもう最悪のカウンターこの話の何が怖いって、うん、本当にそれがお化けかどうかなんて伝わんないから、いや、まあ、そうですよね、本気で怒られましたもん、本気で本当にいたと思われたんじゃないかって、うん、そうそうそう、実際いたんですか。いやいやいないわ、いたらなんでこんなところで喋るのよ。いやいなかったかな、自分の中でもこう記憶変わることあるじゃないですか。違う怖い話になる、修羅場の怖い話になるからそれをまだその当時の人からネチネチ言われるからいろんなところでこうばらまいてそうじゃなかった話をしてくる時間かけて時間かけてでその部屋の時に、はい、さっきおっしゃってたまさにその体験して感じ悪いですか、はい、多分同じ女性だと思うんですけど僕は寝てたんです。で寝返りというかちょうどこうゴロンと横を向いて、はい、入り口に背中を向けた状態で寝ちゃってたんです、はい、でワンルームなんで玄関開けたらすぐ部屋なんですよ、はい、っていう状態で入り口に背中向けて寝てて、僕当時朝まで稽古かなんかあったかなんかで、寝てたのが夜のなんか7時とか9時とかそんなぐらいだったと思うんですよ、うん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 、早い時間にはもう寝てて、うん、でそしたら玄関の鍵穴にカチャカチャカチャンっていう音がして、合鍵あのそのお付き合いしてた方に渡してたんで、はい、あ来たんだなと思って、はい、でなんとなく、まあ、薄め開けて目の前に時計を置いてたから、はい、パッて見た時にその子の職場が11時までとか夜11時までとかなのに、はい、この時間に来るの早いなって、こんな時間に来たことないなと思いながらも、はい、まあまあ来てくれたんだからまあ嬉しいなと思ってたら鍵をどっかにカチャンと置く音がして、はい、玄関バタンと閉まる音がして靴脱ぐ音がして、はい、ペタン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 って近づいてきたから、はい、あおかえりって思いながら、はい、振り返ろうと思った時に金縛りが、うわ最悪のタイミング、なんで振り返れないのって思って、はい、で入り口に背中向けてるからずっと自分の後ろで音だけがするんですよ、はい、その状態でペタ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 って歩いてきて、ええどうしようどうしようと思ってたらそのまま僕の上にカバッと追いかぶさってきたんですよ。で、あ、追いかぶさってきた。あ、でも言ったらまあ若い女性にね、はい、こう追いかぶさられて、はい、そんな嫌な気持ちにはならないですか。まだ彼女って最初認識してますよね。はい、で、あ、って思ったけど目動くからパッて見た時に何も乗ってないことが分かるんですよ。で、あ、え、誰も乗ってないと思ったらめちゃめちゃ怖くなって、この金縛りを解きたいです、はい。で、なんか前に聞いたことがあったのが、はい、動くところから動かしていったら、なんか全体が動くって聞いたことあった時に、はい、小指かなんかが動いたんですよ。はい、そっから一生懸命力入れたら、はい、そのままガバーって上半身起こすことができた時に、部屋の中に誰もいないことに気づいて、で部屋の電気つけてたから、はい、で外、まあね、夜7時から9時の間って真っ暗じゃないですか。電気をつけてる室内から真っ暗な外をこの窓越しに見るときって、はいはい、もう外よりも窓がなんか反射しちゃって、ね、はい、室内が映るじゃないですか、うんうんうん、したらその部屋の中に僕が一人上半身を起こした状態でいて、はい、そこに映った僕の肩の後ろから女がこうやってたんですよ。
こいつの金縛りだったんだっていう、そこでまたあのビデオツアーでリンクしてそうですずっといたんだはい、あ、ずっといたみたいで怪我とかはなかったんですか、着替えがとか。でもこれが話して伝わるか分かんないですけど、うん、その後も例えば僕が、まあ、3回って言ったじゃないですか、はい、お昼の何時だったかな、まだお昼ご飯食べてすぐぐらいだと思うんですけど、うん、仕事あったってリュック背負ってで準備してでそのまま靴履いてで鍵ポケットに入れて、はい、ドアノブ握って外に出て、はい、でバタンって閉めたんです、はい、で鍵しなきゃなと思ってポケットに手突っ込んだら、はい、中からカチャンってしたんですよ、はい、と思ってドアノブ握ったら、はい、鍵閉まってんですよ、うんうんうん、ちょっと待ってくれよと思ってポケットから鍵出して鍵穴差し込んで中入って、うん、誰もいないよねっつって風呂場とかも全部見て、うん、よし大丈夫だと思ってもう一回外に出て自分で閉めて今度は自分で鍵をガチャンと閉めて、うん、3階から1階に降りて、うん、1階から駅までのストロークの間に、うん、まあ、真っ直ぐ道だったんで、うん、振り返ると自分のマンションの自分の部屋が見えるんですよ、うんうん、だいぶ行ってやっぱおかしいよなと思って振り返って自分のマンションの自分の部屋の窓見たら窓の内側に女立ってたんです。ああこの人だみたいなことが、その後こんな体験いっぱいするんですよ、その部屋で、その部屋で、はい、でそのさっき言ってた番組、はい、女子高生怖がってもらう番組で、はいはいはい、さっきのビデオ通話の話をしたんですよ、はいはい、そしたら神社にお勤めの女性が、はい、あの実は私神社で勤めてて、はい、神主さんにお願いして特別に作っていただいたお塩があるんで、うん、つって持ってきてくださったんですよ、はいはい、わざわざ僕 の、 あのライブ後の出待ちしてくださって渡してくださってすげえ助かる、ありがとうございますと思って家に戻ってテーブルの上に置いてちょっとカバンとか置いてお寺行って戻ってきたらテーブルの上からないんですよ、みたいなことがあってこんな体験もいっぱいしてるのに、はい、僕その後6年ぐらい住んでるんですよ。え、あのねこれ伝わるか分かんないですけど、うん、めっめっちゃ居心地良かったんですよ。だから多分その女性なんかアミさんのことを好きだったんでしょうね。なんか一緒に寝てるとか覆いかぶさるとかもそうじゃないですか。でなんなら言い方変えたらお見送りしてるじゃないですか、まあ、まあ窓から。そうですよね。で鍵もよくほらね、あの誰かが中にいたら、あ、じゃあ鍵閉めとくよみたいな、うん、ありがとうみたいなやり取りあるじゃないですか、はい、でそれをやってたんですよ。そう捉えれば嬉しいですけど、だからその方にまだ別れ告げてないですよね。告げてないです。もちろん告げてないですよね。もちろん告げてない。始まってもないと思ってますから。いやその方も始まってると思ってます。どうせまだいますいます。そうなんですよ。まだいるらしいんです、その部屋に。それがなんですけど、はい、まあ、やっぱこんなことが続いて、はい、もう居心地がいいから僕全然引っ越しを決意しないんですよ、はい、今もあの、まあ、都内にあるんですけど、はい、で全然引っ越しを決意しなくて、はい、どうしようと、はい、そしたら、泊まりに来た当時お付き合いしていた女性の方が、はい、あの横に寝てて夜中に、はい、あっみたいなことを言い出して、はい、僕パッと目覚めて横見たらもうボロボロ泣きながら、うん、なってるから、どうしたどうしたって起こしたら、はあ、若い女の人に首絞められてたっつって、うわっつってボロボロ泣いてて、自分がねどれだけ怖い思いしても何とも思わなくて居心地よかったんですけど、大切な人がねこんな目にあったったらもうダメだと思ったらビビるぐらい心がクリアになって、今すぐ引っ越さなきゃと思って、あようやく。でその時にちょっとお払いみたいなところ、うんうん、本当に本格的なところ頼んだら、うん、その女性はアミさんにどうとかじゃなくて、うん、アミさんよりだいぶ前からその部屋にいらっしゃる方ね、でその方を払うんじゃなくてアミさんが出てった方が絶対いいって言われて、なるほど、でも引っ越すことにして、そしたら引っ越し作業ってちょっと大変じゃないですか、はい、そしたら奥の方に置いてたような久しぶりのなんかタンスとかラック、はい、もうあここの一番下の引き出しなんかもう何年も開けてないよみたいなところの一番奥に引っ越しが決まったらあのお塩が出てきたんですよ。もう絶対入れてないんですよ、最後まで使わせてくれなかったです。いやそのお払いの方に言われたのはもう引っ越した後その家の前通っちゃダメよっつって、うん、それもうダメなんですね。もうあの窓からちゃんと見てるからその人っつって、次通った時はもう本当にっつってダメよって言われて、その街好きなのに行けないんです。行こう行こう。バラバラ持っていく。バラ、いや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 、バラ持ってただいま。いやいや、もうほぼプロポーズだね。もう結婚したとか早いかもしれない。その同じ。その周りに木が行くっていうのはちょっと嫌ですもんね。嫌です嫌です。私賃貸だから今は別の人が住んでるんだろうなと思って。いやでもまだ探してますよ、亜美さんのこと。相当好きですよ。それはもうだって同棲歴でいうと 7,8 年ってことでしょ、その子の人と。いやそうですね、同棲歴。同棲って言うとそうですけど、同棲じゃないですけどね。同棲ですよ。なんなら亜美さんが転がり込んでますから。そうです、後から。後から。僕福祉の国家資格持って、はい、実は専門学校福祉の行ってたんですけど、はい、その時のクラスの女の子がちょっとした
お化けスポットというか肝試しスポットって知らずに遊びに行っちゃった高台があるんですよ、はい、そこの高台街が見下ろせてめちゃめちゃ景色いいんですよ、うん、ただその景色をバックに高台で写真撮ったら女の子4人で行ったんですけどその子のここに紫色の顔が写っちゃって、うん、っていう僕それを初めて心霊写真というものを生で見たんですよ、うん、テレビ番組とかでねあの昔の雑誌とかで見たことあったけど、はい、ああ生のを友達が撮ったんだすげえと思ってたら、はい、その一番僕仲良かった女の子だったんですけどその数日後にクラス全体の飲み会あったんですよね、うん、みんなで撮った写真その子じゃなくて僕のここに写ったんですえっつってカメラ目線で写ってるんですよあえっつって、はい、これ俺おかしいですねじゃないよねっつってみんなに言った当時したらみんなうんみたいなもう違うんじゃない、うん、みたいなになってでも2回目ですもんねその女の人が映るのはって思うそうそうそうでこの子についてたはずのもの、はい、あれこっちに来たそんなわけないよねってみんなはぐらかすんですよ、はいはい、でそんな中僕あの通ってた専門学校が実家から車で40分50分ぐらいのところだったんで結構遠いですね毎日車で行ってたんですけど、はい、その写真撮ったあたりから一人で通学してるのにシート後ろから押されまくるんですよみたいなことがあってで結局ねなんかお祓いしてもらうみたいなことがあったんですけど、はい、お祓いしてもらってる最中に車の後ろのあれなんていうトランクでしたっけ、はい、あれがお祓い中に勝手に一人でに開いて白い煙が出てきて最初車の故障かと思ったら煙が塊になってそのままスーって上に上がってったそしたら運転席に座ってた方がガチャって開けて終わったよって言ったんですよ、あこういうのって本当にあるんだあるんだってとかやっぱ見たらでも信じざるを得ないし信じざるを得なくてでそのお祓いできる方も言ったらお祓いできるって言ってる人が本当かどうかって当時ねまだ自分たちの自分からしたら半信半疑だったから、はい、試すって言うとちょっと偉そうになるけど、ここにいるここにいるって言われてるところ本当にいるのかっていうのがもう分かっちゃった瞬間があって、はい、今どこにいるみたいなこと言われるんですよ、はい、であ今部屋にいるよっつったら、はい、あじゃあ他にアミ以外にも何人かいるねっつって勘弁してよって言いながら僕知らん顔して相当音も立てずに廊下に出るんですよ、はい、そしたらその人があれいなくなったって言うんですよあれで試すねちょっと偉そうなあれですけど、はい、えいなくなったのなんでってしれっとした感じでまた部屋に入るんですよ、はい、そしたらうわまた増えたって言われるんですよ、あこの人すげえってなってそれでお笑い頼んでみたいなのがあってまずその試し方もちょっとすごいですしねなんか主体とした部屋を移動させることによって例の存在もみたいなあでもそれ一つ信じちゃいますねがあった後のこの煙のうわー見ちゃったからあもうこれ存在は肯定して生きていくしかないと思ってでその時にも言われたのがこんだけのことを体験しといて、はい、いないとか言ってる方が魚でして、うん、今後怖い目に遭うよって言われたんですようわだって自分だったら自分の存在を ねそうかもうこんだけアピールしてるのに、はい、否定してくる人って嫌でしょっつって、うんうんうん、だから僕は存在は肯定しますけど何もできませんよっていうスタンスで生きていかないといるわけないじゃんなんて言ってると本当ひどい目に遭うよって言われてジャパそうだからもうそっからですね肯定してるのはそさかパキとかメキとかなんかな、はい、いやアミさんなんかいっぱいついてそうですもんねなんか生き量もついてそういやいやもういないいない生き量いないいないですいないといないとしたい、はい、僕だからその見えるってね、はい、なんか売りにしてる方何人かいらっしゃるじゃないですか、はい、絶対見てもらわ見ないでくださいって言ってるんですよ、はい、あそうなんですね怖いからなんかいそうでいるよって言われた後もう階段喋れないですよ、まあ、そう家帰ってからも怖いですもんねそうというわけで本日のゲストはありがとうあごめんなさい申し訳ないですチャンピオンありがとうのアミさんでしたありがとうございましたありがとうございました本日はスペシャルなゲスト会となっておりますご紹介しますシークエンス隼人さんですよろしくお願いしますいやおかしい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 お願いしますおかしい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 僕のとある先輩がですねここすみません P ですけどから聞いた話なんですけれどもこの方がですね自分でバーを経営してて、うん、そこにはですね多くの芸能人お笑い芸人さんも含めて著名人いろんな人が来客されるんですよねその中にはですね政治関係者も入ってるんですよ、うん、っていうのもその人本当に人当たりが良いまあ古文肌な人じゃないですか、うん、だからいろんなお偉いさんに好かれるんですよねある時お客さんとしてもう本当政治業界ですごい有名な方がいらっしゃって仲良くなって君面白いねよかったら今度一緒にとあるパーティーに行かないかということで誘われたらしいんですよ、うん、あいいんですかありがとうございますで待ち合わせしました行ってみますで船で、まあ、出航するぞっていうことで、まあ、入るとすっごい豪華客船ですよ、うんうん、うわいいなと思ってで出航しましたってなると、うん、と日本の境界線上で泊まってそこで飯を食うらしいですみんなで飯を食って、まあ、本当にね一流の料理が出てくるわけですね
だったりとか、まあ、見たことも聞いたこともないような料理だったりとかが出てきて、美味しいですねって、で向こうの病人の方も出てきて、政治家の方も出てきて、みんなでご飯食べて、うわ楽しい美味しいですねって言って、可愛いお姉ちゃんとかも来て、うわもう天国じゃないですかって言ってて、最後の最後デザートですよね、うん、この本当このぐらいのテーブルぐらいのお皿を持ってきて、蓋がしてあるんですよ。こんなでっかいデザート何出すんだろうと思って、ドンと置いてパカッとあげたら、ミュージが入ってるゼリーだったんですよ。ボヨンボヨンとゼリーの中に子供が入っていて、それを見て向こうの人がにやりと笑って、こっちの政治家の方も、うん、言って蓋を閉めて食べることはなく下げられたらしいです、うん、その先輩はもうゾッとするじゃないですか、うん、なんだ今のと。でもみんな慌て蓋めてないから、俺がえーってなってもちょっとおかしな状態になる、我慢しよう。で無事日本まで戻ってきました、降りれました、車乗って、なんすかさっきの、聞いたら、うん、その方が政治だよ。政治？あんな乳児がゼリーに入ってて何の政治なんですか。うちの国にはこうやって吐いて捨てるほど人がいるから、絶対手出してくんなよって意味でやってきてんだ。まあ、それを聞いて、ああ敵に回しちゃいけない国だなと思いましたね。とんでも外交ですよね。そうなんですよ、本当によくね、昔アクロバティック外交とかいう言葉が10年前ぐらいになりました。そんなレベルじゃないの、本当に。意外とその心霊とか怪談系じゃない人とのコラボが割と多いんですよ、うん、なんかそんなイメージありますね。なんかクロちゃんさんとかね、とか、まあ、デニスさんとか、うん、他挙げると、まあ、一挙にいとまがないぐらいいろんな人とコラボさせてもらってるんですけど、はい、その中でね本当面白いなっていうのがホストさんとかキャバクラの業界ね、うんうん、この辺はめちゃめちゃ面白いんですよ。でその人たちから聞いた表に出せない話なんですけれども、うん、最近ツイッターで大久保公園の立ちんぼの女の子の動画回ってきませんでした。はい、絶対回ってきますね。もう見ますよね。もうすごいことになってますよね。1メートル間隔ぐらいでずっと並んでいる女の子たちね、うん、でこの女の子たち、まあ立ちんぼしてるって言われてるんですけど、基本的にはパパ活女子と呼ばれてるんですよ、うん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 、まあ、要はフラッと来ておじさんに買われると、うんうん、いくら出すからどこどこ行こうよっていう風な感じでずらーっと並んでるんですよね。まあその数がすごい増えたねっていうこともまあ意外だったんですけど、なんでここって感じじゃないですか。確かにちょっと目立つじゃないですか、奥の方。確かにあんなずらっと並んで、やっぱ新宿のね。そうなんですよ。でやっぱ動画も撮られちゃったし、でもずっと並んでいる。でさらに不可解だったのが、その後大久保公園の立ちんぼの女の子たちを求めておじさんたちが集まってる動画もツイッターで拡散されたんですよ、うんうん、されましたね。結構最近ですよね。結構最近です、はい、もう大量に群がってるんですよね、うん、これも変なんですよ、うん、要はパパ活とか立ちんぼって、まあ、おじさんと出会います。そうするとまあやる行為にもよりますけど 1,2 時間は時間かかりますよね、うん、でなんかそういうことをして、まあ、戻ってくるってなると、そんなにずっと女の子たちがいるわけないじゃないですか、はい、だって回転率悪いですもん、うんうん。でもあれだけおじさんが群がってくるってことは、おそらく今までの立ちんぼより回転率が上がったんですよ、女の子たち。ほうほう、じゃあどこでやってるんだと、うん、パパ活を今あの立ちんぼしてる女の子たちは一体ホテルでもないどこでやってるんだって言った時に、やってる場所がジェンダーレストイレです。うわ、ジェンダーレストイレ最近ね、最近できたとこですよね、歌舞伎町にできたじゃないですか、はい、あそこでことをいたしてるんですよ。なぜと、ホテル行きゃいいじゃんと思うんですけど、ジェンダーレストイレっていうのはまず使用する理由としては、男性女性どちらもが入っても全く怪しまれない、うんうんうん、そしてなおかつ中で各々が男性器女性器を露見してたとしても、まあ、そんなに騒がれやしないですよね、うんうん、まあ、トイレだしっていうことで、はいはい、でプラスここが一番でかいんですけど、ジェンダーレストイレの個室ってそういう中でいかがわしいことが行われないように10分前後くらいでブザーが鳴るんですよ。確か7から10何分くらいでブザーが鳴るんですよね、ビーッと。これを利用してるんです。要はブザーが鳴ったら出なきゃいけないじゃないですか、はい、ってことは行ってるパパたち、はい、おじさんたちはブザーが鳴るまでに至らなきゃいけないんですよ。ほうほうほう、だから急がないといけないっていう。そうなんです、そうなんです。だから女の子たちからすると回転率めっちゃいいんですよ。なるほど。同じお金、何万のお金をもらって、はい、10分で終わる、出てくる。そうするとまた新しいおじさんたちが群がる、はい、じゃあジェンダーレストイレ行こう、入る、何分でもうブザーが鳴る、出てくる。これを繰り返せるんで、
本来 1,2 時間かかる、しかもホテル代もかかっちゃってるから、もうちょっとね、まあおじさんたちからもらえるお金も少ないかなっていうところが、間引かれることもなく純粋に入ってくる利益が増えてるんで、みんなめちゃくちゃ使ってるんですよね。でも実際にそのちょっと新宿住んでる僕友達がその大久保公園の写真とかを僕に送ってくれるんですよ、はい、また今日もすごいことあったんぞこう、うん、帰り道らしくて、で最近そのジェンダルストーリーできたのを聞いて、うん、その施設に行ったと言ったら、本当にその2人出てくるそのパパ活とか売春とかの結構温床になってるみたいな、多分次これが問題になるよみたいなことをちょうど言ってたんですよ、うん、まさにですよね。本当にそうらしいです。もうホストさんキャバ嬢さんとかっていうのは、まあ普通にね、アフターとかでその後トイレ行こうとかっていう時に入ったりするらしいんですけど、もうセットで出てくる人ばっかりらしいですよ。だここがまあ騒がれるし、本当はね、例えば AV 女優さんとか風俗さんだったりとかってちゃんと会社に入んなきゃいけないんだけど、そうするとやっぱり中抜きされるじゃないですか。だから中抜きされないために直でパパ活とか DM でやりたりとかしたりとかしたいっていう風になっていくだろうし、正直今日本はお給料的にはめちゃめちゃ貧しい状態なので、全世界的に見るとそうなってくると、女の子は若いうちはお化粧品だってブランドもんだって欲しいし、中にはホストさんに貢ぎたよって子とかもいるだろうから、手頃に荒稼ぎできるっていう風な手段があれば、それに手を染めるのはまあ容易に想像つくだろうなっていう風に思うのと、プラス LGBTQ の法案とかが出てるので、はい、僕の予想だとおそらく大手メディアではこのジェンダーレストイレパパ活問題は取り上げられないと思います。取り上げちゃったらまたややこしいことになっちゃうんで、それはもうみんな入ってる男の人は実は精神が女の人なんじゃないですかとか、そうですよね、そういうことをやってるって言っちゃうと、うん、まあ決めつけちゃうとじゃないですけど、いやジェンダーレストイレになんで入っただけでそんなこと言われないといけないの、うん、っていう話になるってことですよね。そうなんです。当事者以外の方が騒ぐことが結構この最近多いじゃないですか。多いですね、はい、うん、でそれで結果的に当事者を苦しめる、うん、これちょっと僕早友さんのチャンネルの方でお話しする一つの話にもなるんですけど、はい、だから僕この背景には絶対裏側があると思ってるんですよ。まあ、僕もそう思います。アダルトビデオの新法案、はい、あれに関しても誰が得したんというか、全セクシー女優さんが最悪だって言ってますからね。じゃないですか、はい、なのに女性のあれは性的搾取だみたいなことを言い出した人がいるじゃないですか、うん、当事者がそう言ってないのにっていう、結果的にその仕事にしてる人たちをこう苦しめることになってるみたいな、うん、そうですね、でもそれでもなおかつやらないといけなかった理由っていうのは何だろうって、なんかいろいろやっぱ背景があるんだろうなっていう話で、僕は結局これは全国的にこの勢い広がっていくと思うんで、多分パパ活的な売春が本当に今歌舞伎町だけの話してますけど、うん、全国的に広くなると思います。考えもんですよね、正直。これはあるテレビ業界の方から聞きました。が性的搾取をしてたやり方についてお話ししたいと思います。今のとこは P だと思うんですけど、いやどうでしょう、どうでしょう、いやでもどうでしょうね。今のとこだけ P しておいてください。あ、わかりました。で僕その会社の人と結構仕事してるんで。そうですね、ラステミで来るんですか。そう、本当に今裸でありがたいですけど特攻してますけど、はい、タレントの方に罪はないですから、はい、これだけはもう本当、まあまあね、みんなわかってることですけど、はい、ただまあこの出来事そのものは良くないよねという意味合いで、どういう仕組みだったのかっていうのを話したいと思います、うんうん、単純にある程度物心ついた年齢の男性が、例えばですけどおじさんにね急に自分のものを加えられたりとかそういうことしたら、うん、拒否りません、はいはい、何してんだお前ってなるじゃないですか、はい、でも、まあ、あの中にいた人たちっていうのが、まあ、本当漏れなくそういうことをしていたと、うんうん、していたというかさせられていたというふうなことなんですよね。これはどうやったらそんなことできるんだって話なんですよ、うんうんうん、だって今までも告発は出てきて、そのたびに強い弁護士さんとか会社に押しつぶされてきましたけれども、でももっと声上げる人多くいるはずですよね。ということは多くの中にいた方々っていうのはもうそれが当たり前の日常になってたってことなんですよ。でそれどうやってたのってなった時に、まあ、僕がお世話になっているディレクターさんからうちうちですよね、中のタレントさんづてに聞いた話なんですけど、かなり幼少期、要はと呼ばれているような、この言葉もダメですけどね。かなり小さい幼い頃の時に、まあ、入るわけですよ、はい、まあ、他選でも次選でもどっちでもいいんですけど、で入りました。そうするともうね、ネバーランド、夢の王国を手に入れるらしいんですよ。広いリビング、広い庭、遊ぶところは全部あって、ゲームはもう最新作から古いものまで全部揃っていると、もうやりたいことは全部できる、お菓子だって何食べてもいいしとか、本当子供の楽園ですよ。ただたまに1日に1分とか3分とかだけ社長にちょっとおいでって言って、まあ、トイレぐらいの個室に呼ばれて加えられるらしいんですよね。そうするとあまりにも子供すぎて何が起こってるのか分かんないんですよ。でもこれを耐えればめっちゃ楽しいんですよ。
ゲームもあるしお菓子もあるし、もう本当欲しいもの全部揃ってる。でわがまま言えば全部いいよっつってやってくれる。もうこの楽園のためにはこのよくわかんない状態、なんでこの人こんなことしてるんだろう、なんか怖い、気持ち悪い、だけどこれ耐えればまたすぐあれだ、でみんな他の子たちも1分とかそこらで出てくるから別にいいやと思って、それが当たり前の日常を過ごすらしいんですよ。でそれがもうずっと続いていくから、徐々に徐々に時間が長くなったりとか、まあもっと濃密になったりとかするんですけど、本人たちにとってはそんなに変なことではないという錯覚が起き始めていくんですよね。でこれに被害というか、まあおかしいことなんだって気がつく頃にはもうデビューしてるんですけど、要はもうあの方っていうのはすっかり成長した男性にはそんなに興味がないらしいんですよ。幼い若い男の子っていうのが好きだから、もうデビューしてしまえば、まあでも楽しかったし、でまあ一個そういうのはあったけど、もうデビューしたし、デビューしたら特に何もないし、すごいお給料ももらえるし、お仕事も回してもらえるし、ファンもいっぱいついてるし、大成功だっていうことで、まあもろもろ声を上げない人っていうのが大多数を占めていたらしいんですよね。まあ、中には声を上げた人もいるんですけど、ただ SNS が発達したことによって、なるほど、これ当たり前じゃないんだって気づく年齢がどんどん早くなってたらしいんですよ。それでネットの発達とともに、まあちょっと告発が表に出てきたりとかしてきたんですけど、ただそれと同時にまあお年を召していったんですよね、あの方も。でまあ亡くなりましたし今はっていうので、実際もう後年はそういうことなかったらしいんですよ、ほとんど。だから体力がないので、ので、まあ、最後の方のそういう事務所にいらっしゃるタレントさんっていうのは一切そういうことされてないらしいんですよね。まあ、あの告発した方は別ですけど、みんななんでそんなノーノーと出てるんだとか、お前らも声上げろよって思ってる人たち、被害者なんだろうってドーンと言ってる人たちいるかもしれないんだけど、それねやっぱり芸能界の根本的な闇というか、隠された事情みたいのがあったんだなっていうのがゾッとしましたね。確かに知人からいただいたというか、はい、僕の YouTube で紹介していただいたんですけど、翔平さんっていう北海道の怪談師さんがいらっしゃって、はいはい、その方がですねエピソードとともに見せてくださった写真で、ある、はい、まあ、風俗店の社長さんの写真なんですけれども、その方の経営している風俗店で自殺しちゃった女の子がいたらしいんですよ。でそれは別に店の経営のあれとかじゃなくて、お客さんの男の人とのいざこざで、もうやだってなって死んじゃったと。でもその人の家族は店側になんか落ち度があったんじゃないかと思って来るわけですよ。で毎日毎日亡くなった日の次の日から亡くなった子のお兄さんが押しかけてくるらしいんですよ。お前らのせいでうちのやつ死んだんだと、もう毎日毎日やってきて、そのたんびにちゃんと謝ってごめんなさい申し訳ありませんでした、それでも罵倒してきて、さすがに1ヶ月続いた時に、いい加減にしてください、警察呼びますよって言ったら、今まであらーって言ってたそのご兄弟、男の兄弟がスッと真顔になって、呪い殺すからなって言って出てかれちゃったらしいですね。それからその社長さんはみるみる体が痩せ細っていったらしいです。である日、もともとはね確か100キロぐらいあった人なんですけど、もうどんどんガリガリに痩せ細っていった、ある日同級生と同窓会をする機会があって、まあ、みんなでウェーイって、あ痩せたねあんたとか言って、なんか写真とかバーって撮ってたらしいんですよ。その中で撮れた1枚なんですけれども、これがですね衝撃度で言ったら僕は今までの歴代で一番かもしれない。うわ、何、はい、こちらの写真ですけど、この方が店長さん、店長さんで、うわ、もう、これはね、これですよね、そうです、人が手でこの人の首を絞め殺そうとして、うわ、後ろからグーッですよ。だから、喉を飯が通らなくなっちゃって、なるほど、怖いのが見ると分かるんですけど、中指と人差し指っぽい指は女性っぽいんですよ。はい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 、親指男性の指じゃないですか。確か黒くなってる。多分自殺した女の子とそのご兄弟の男の子2人から来てるんですよ。うわ、なるほど、これがね多分痩せ細った実際の原因だってなって、でちょっと怖いですね、どぎも抜かれたなって写真なんですよ僕は。これいや、やばいですよね。指の感じ見てもいいですか、はい、これはすごいですね。こんなに指なことあります？確かに、こう元後ろからグッて握ってるような、なんか、それで痩せちゃうっていう、呪いとかあるんですかね。最終的に入院するぐらいまでになっちゃったらしい、まあもう痩せ細りすぎて。あると思います、トムさん、呪いって。いや僕はねマジであると思います。正直変な言い方ですけど、はい、心霊とかよりあると思います。相手のことを心理操作と思えば思うほど、はい、例えばですけど心理実験で目隠しした状態で目の前にすっごい冷たい板と鉄板があります、熱々の鉄板がありますって、ね、はい、
音聞かせて、で実際にパッてその手つけると本当はもう適温の鉄板なのにマジで火傷したりとか凍傷になったりとかするじゃないですか、はい、ってことはどう思うかで割と肉体に変化って現れるんだろうなと思うと、相手を心理操作するほどの言霊とか、あともう本当行動言動とかっていうのがあるとマジで呪われたりとかするんだろうなと思いますね。いやですね、視聴者の人から僕も送られてきた写真で、この写真が撮れてから左側大怪我すると、巻き爪になるわ骨折するわとか、もう普通に捻挫とかも多発するし、何なんだろうっていうので困ってるんですよっていうきっかけとなった写真なんですけど、それがこちらです。おお、ほう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 、2人おるますね、ここボワーンと、おーいますね。え、なんか顔色違いますね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。でこの写真、はい、まあ、と見ると、はい、ブレてんじゃねって思うじゃないですか。おー、確かに。でもこの人どう見ても奥から手前にやってきますよね、足の向き。はいはいはい。ってことはブレが入った場合は体も全部ブレるはずなんですよ。そっか、横、そうかそうか。で顔をブレさせるには変な話ですけど、こうやるしかないですよ、うん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 、でもそういう状態じゃないですよね。はあ、いや、なんか顔色違うのがちょっと、そう、それが怖いんですよ。顔色違って若干透けてますよね。で僕は右側に魂が抜けようとしてる写真なんじゃないかなと思って、だから左側から死んでいく。なるほど。っていうので結果左側ばっかりするんじゃないかな。だいぶいってますね、3分の2以上は抜けちゃってますね。でも多分この後戻ったのか、うん、一応ご無事な方いらっしゃるらしいので、よかったと思うんですけど、意外とこういういやただの手ぶれでしょみたいな写真も侮っちゃいけないなっていうふうに思ったっていうのが、これがブレてる感じしないですもんね。そうなんですよ。でこれが最後なんですけど、うん、動画、最後が動画、最後動画いかしてください。来た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 。これがですね、ちょっと映像はすいません、全体モザイクかけさせていただくんですけれども、はい、映像に何か映っているのではなくて音声なんです。あ、これちょっと皆さん27秒ぐらいあるんですけど、はい、お聞きください。まぐまぐまぐマッチ、マル、マッチ、マル、マッチ。あ、怖い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 、ちょっと怖い怖い怖い、これなんですよ。今の声ですよね。声です。あーみたいなやつですよね。ずっと被写体じゃない人の声が入り続けてるんです。誰撮ってる人の声じゃないんですか、それ。で僕これ気になったんですよ。で本当おっしゃる通りで、まず映ってる女の子、まあ女の子とお母さんが映ってるんですけど、はい、モザイク撮るとそのお二人の声にしてはマイクに声が近すぎるんです。あ、確かに、そう、近いんですよ。こう裏の音というかね、こっから喋ってるような音ではありますよね。これあのショットガンで撮ってるはずなんで、はい、まあ、純正のなんで遠くからちょっと入るはずなのが、うんうん、マイクのここで喋ってるかのような声で入ってるんですよ。でプラスこれ周りの環境音普通に撮れてるんですよ。確かに。ちょっともう一回見てもいいですか。チャンガチャンって。ああ、そうですね、歩いてる音。え、これもですか。そうなんです、全部です。これも、怖っ。これもす、っていう映像なんですけど、で一応この動画を送ってくださった方曰く、うん、この時娘さんは喋ってないそうなんですね。なのでへーとかっていう声、女の子の声が加工されてるんじゃないかと思うんですけど、うん、そんなことはないそうなんですよ。で一応僕さすがにいたずらなんじゃないかなと思って、まあ、私付け加えたりとかですよね。そうなんですよ。だからまあプロのテレビマンとか動画制作してる人たちにこれ送って、これで素人が音声加工でこの動画作るのって可能ですかっていうのをちょっと聞いたんですよ、はい、そしたら一応、まあ、テレビマンの人たち曰く無理や言われました、っていうのは周りの音が加工されてないのに音声だけ加工して、なおかつ周囲の音よりも声をでかく拾うっていうのが無理だと、そっか。これをもしプロの人がやろうとしたら、映像撮ります、ピンマイクかなんかつけてここでうーうーとかって声取って加工するっていうのをやんなきゃいけない。でもこれをやるとピンで短指向性で音を取るだけになっちゃうから、周りの環境音を拾わなくなるらしいです。確かに。だからこのストラップがカシャンカシャンってなってる音とかっていうのは無理だから、そこ消えちゃうのか。少なくとも同じ後から音を取って、それを上乗せして合成してっていう風なことをしないとこれは無理だと思う。
って言われて、こんな主婦と子供がすると思えないじゃないですか。で、これはちょっと俺は見た中でかなりゾッとしたので、ゾッとしましたね。なんか背景ありそうですけどね、撮ってる方なのか撮られてる方なのか。ただなんかね、連絡取れなくなっちゃったんですよ。え、パッタリと送ってくださって、それをやり取りして、で、まあ、ご使用してもいいですかみたいなこととかも聞いたんですけど、急にパタンと連絡取れなくなっちゃって、それもなんかちょっと怖いなっていう。大丈夫だと思いたいですけどね。帰ってこないでしょ。何も言いようないですか。何も言えないですよ。一応返事くださいみたいなの送っても全く既読すらつかないみたいな感じ。ちょっと怖いなっていうのがあるっていう。いわくちょっとあるかもしれないですよね。なんか怖いのがエッチって言ってるんですよね。え、言ってました。なんかで途中でこの男の人の声でエッチって言ってるんですよ。今のとこですね。この人はエッチエッチって何回も言ってるんですよ。あ、本当。ここ怖い、ここ、ここ一番怖い。めっちゃ怖いですよね、これ。怖い。あの小安田さんとかはね、なんか割と怪奇現象取れるらしいですからね。あ、いい、本当ですか。なんか音声だって、俺この間コラボした時、はい、撮影してる部屋に女の人いなかったんですけど、はい、明らかに女の人の声が一回入ってて、へえって思ったりとか。確か今度撮るんですけど、向こうの動画にもいるはずのない女性の声が入ってたりとかするらしくて、結構撮れるらしいんですよ。場所が弱くなるかもしれないですね。あ、あれやれるかもしれない。撮影場所とか、小ヤッキーさんになんかついてるとかもあるかもしれない。あ、ついてそうだな、小ヤッキーさん。なんか人気ですからね。ついてそう、なんかがんじがらめにされてそう、いろんな人苦労人だから、はい、それでもなお、それでもなお張り切って歩いてる人ですよね。そう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 、本当に小ヤッキーさんですか。それが、それが小ヤッキーさん、それが小ヤッキーですっていう感じですね。うわ、怖かった。僕のベスト3でした。強烈でした、やっぱ怖い。いや、ありがとうございます。って、こ流したら大丈夫なんですかね。まあ、見てどうなるか皆さんの自己責任です。はい、全て自己責任でお願いします。お願いします。今初めて注入れました、注釈を見る前じゃなくて、見る前じゃない、 見た後、最後に全て自己責任でお願いします。すっかり呪われた後、はい、もしですね、心霊写真、心霊動画をお持ちの方はですね、ぜひ僕と隼人さんに送ってください。隼人さんも欲しがってますよね。ずっと欲しがってますずっと欲しがってます。ぜひ送ってください。はい、という感じです。ということで、本日のスペシャルゲスト、隼人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今回来ていただきました、 R1 グランプリ2009年優勝者、歌ネタ王決定戦2015年優勝者、怖い話の大会大コア2代目チャンピオンになります。そしてこの度 T1 グランプリありがとうございました、中山浩太さんです。こんばんは。こんばんは、中山浩太です。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。まあ、家が 27LDKKK という、うん、まあ、割と目立ったみたいで、で僕鍵を持たされてなかったんですけど、はい、幼稚園に通ってるぐらいなんですよね、はいはい、次小学校みたいな、はい、でチャイムを鳴らすんですけど、はい、母親が基本3階にいるんですけど、はい、やっぱ1階に降りてくるまでにタイムラグがあるんですよ。そうですね、階段とかもあるし、まあ、大体1分とか、まあ、ちょっとゆっくり来たらほんま2分とかかかっちゃうので、長いですね。でいつも通り帰ってきた時に、おいって言われたんですけど、背後から、でパッて見た時に、本当に絵に描いたような、もう誰が見ても犯人だと分かる、チェックのハンチングかぶって、布が分厚いタイプの、はい、今ある立体マスクとかじゃなくてですね、なくて、はいはい、ふわっとガーゼに近いような、ね、昔から、はい、昔ながらの布のタイプの、はい、ちょっと絞りが効いてて、ね、絞り効いてるやつで、はい、それで黒いグラサンで、黒いジャンパーで、下がスラックスみたいな、はあ、で黒い靴、工作員ファッションじゃないですけど、いやそうなんですよ、うん、で「おい」って言われて、うん、そのチャイム鳴らした後に僕抱きかかえられたんですよ。でパーってそのままほんまイメージラグビーボールみたいにされて抱きかかえられて横に、横に横にある程度騒いだんですけど、もう怖すぎて、うん、で向こうの方に見たら多分セルシオやと思うんですけど、もうドアが開いてて、しかも単独犯なんですよ。珍しい。だからこれもう完全に誘拐されかけたんですよ僕。結局それは捕まらない。僕近所でも知らないかった、見たことがない方やったんですけど、本当にハンサムな背の高いおじいさんが助けてくれて、何してんねんって言って、そのすぐ僕を抱きかかえて、でちょっと揉み合いになったんですけど、おじいさん勝ってで、そのまま車で言ったら逃げていったんですけど、それがトラウマ でうちの親は報復を恐れてと警察に言わなかったんですよね。なるほど。あ、もしなんかこう警察捜査されてるよとかだったら、まあ、また自分の子供になんかあるかもとか怖がってってことですよね。今でも僕だからたまに劇場の近くとか行ったらファンの方が声かけてくれるんですけど、はい、女の人のハイヒールとかでも怖いんですよ。もう絶対ダメなんですよ。だゴルゴぐらい一番背後気にしてるんで僕いやゴルゴ、まあまあまあ、はい、ちょっと確かにゴルゴはね、はい、はい、
じゃあトラウマになってるんですかね、その誘拐が。走ってくる人がとにかく怖いです。あ、走ってくる人が苦手なんですか。その人も走ってきてからの追いやつ、ガガガガガって来られるとやっぱ怖いですか。いや、もうすぐ臨戦態勢ですよ。なんですって言って一応伝えてはいるんですよ。後ろから走ってくるのだけやめてくださいっていう。やっぱあれは一生消えないですね。そうですよね。偶然助かっただけで。そうですね、本当にやばかったです。危なかったですね。本当に表に出せないと思うんですけど、僕はですね、大阪府大阪市の出身でして、はい、通ってた高校の学区的に結構広かったんですよね、はい、まあマンモス校ですね、1年8組、2年8組、3年8組まであるような高校に通ってたんですけど、その高校に通った時に同じ学区のかなり自分の地元から離れたところの子、それが高1の時に聞いたんですけど、僕の同級生の男の子がね、はい、仲良くなった時に、この前あそこのカラオケ行って、その帰りになんか自転車で通ってみたいなことを言った時に、なんかちょっと険しい顔して、その裏あたりのに十字路があるんやけど、普通には自転車で通られんけど、こうちゃん絶対通ったあかんでって教えてくれたんですよ。夜っつったら、うん、いつでもって言って、で、なんでなのって言ったら、あそこね、あの違い方圏だからって言うんですよ。違い方圏、はい、駅前のすぐのところですよ。で、僕はちょっとその話がよく分からなかったんですけど、で、まあ同じようにいつもカラオケ行ってて、で、僕基本的にナビがないともうどこも行けないぐらい方向音痴やったんですけど、で、その時はカラオケで夜遅くなったんですよね、はい、で、おそらくガタンって自転車が当たっちゃった気がしたんですけど、はい、それがね、あの黄色と黒のバー、まあ、いわゆる危険を表すような U の字のバーが地面から刺さってるような形があって、はいはいはい、割とそれが3本ぐらいあって大きいところやったんですけど、車止めみたいなやつですね。そうです、はい、で、そこが、まあ、なんとなくですけど通れそうやったんで、はい、こうまっすぐ行ってみようと思って、完全に近道だと思ったんで、はい、で行ったんですけど何もないんですよね、はい、そこって。で、パッと見た感じでは商店街だと思うんですけど、うん、精肉店って書いてあったりとか、うん、喫茶〇〇であるとか、はい、スナック〇〇みたいな、はい、で、僕は十字路になってるその区画、まあ、田んぼの田の字になってるところの1個の通りしか通ってないんですけど、縦と横で言うと、地図で言うと縦の部分を南から北に上がっていったんですけど、何にもやってないなっていうイメージだったんですね、うん、で、まあまあ不思議なところやなと、うん、友達に話したらこういうところがあったんやけど、それは僕がこの前言うたやつやから、あっこ通ったあかんで、本当に大丈夫やったって言ったら、本当に何もなくて、空いてなくて、絶対ダメでって言って、あまりにも本当にやめといてって心配して言ってくれるから、うん、なんでダメなのって言ったら、うん、違い方圏って言ってたけど、うん、実はあそこで一回殺人事件があった、うん、で、それがね、その区画の中に警察官の足が入ってたらしいんですね、うん、倒れてる時に、はいはい、で、見るからに顔がボコボコで、うん、もう完全に人によって殺されたもんなんですけど、うん、別の警察官が来てブルーシートで、その区画に足が入ってたっていうことで、自殺だね、あ、自殺自殺、え、あ、自殺って言って、うん、肩がついたことがあったらしいですよ、で、それ以外にも教えてくれた友達の知り合いの方も、うん、おそらく最低でも2人は亡くなってる、でも町の人らみんな触れないんですよね、うん、おで、僕が見た時の感覚なんですけど、とにかく駅が近くて、はいはい、で、その区画にある全ての壁が看板で覆われてるんですよ。だから詳細が分からなくて、はい、例えばビルで仕切られてたりとかしたら窓ガラスがあるじゃないですか、はい、僕後に何回か見に行ったんですけど、はい、全部何かしらの看板で隠れてるんで、はい、窓ガラスがないんですよ、はい、おそらく向こうには窓ガラスのある建物があって、その向こう側に壁を作って僕は看板をつけてるんじゃないかと思うんですよ。あー、なるほど、窓の向こう側ってことですね。そうです、はいはいはい、で、さらに言いますと、 Google マップで、はい、じゃあ見れないのかって言ったら、 Google マップが真っ黒らしいんですよね。そこがですか。これ、あの、都市伝説詳しい方に後にこの話して見たら、無理でしたと、上から行ったら、で、今どうなってますかっていうのを言ったら、実はこの前行ってきましたって言ったんですよね、そこに、はい、だから、何か、その甲さんが言ってるような区画はあったんですけど、今ひょっとしたら全部なくなってるかもしれませんって教えてくれたんですよ。ただ、まあ、こんなことがあるんだっていう話をしてたのが、とある会談のイベントの終わりに楽屋で話してたんですよね、はい、だから、もう誰も知らない知らないって言って、はい、で、その時名古屋の方とか大阪の方もいたんですけど、はい、大阪の方も、いや、それは知らないし、その友達が言ってるだけじゃないんですか、コースさんっていうとこまで行っちゃったんですよね。ああ、そっか、確かに僕も一回通り通っただけやからなと思ったんですけど、で、向こうから標準語のライターの方が近寄ってきてくださって、皆さんがいなくなった時に僕に言ってくれたんですけど、中野さん、あれって大阪の〇〇ですよねって、絶対地名言えないんですけど、で、僕ドキッとして、こんなん絶対地名言ったらダメやと思ってたのに、ドンピシャで言われたんで、え、なんでご存知なんですかって言ったら、
実は私怖い系のとか突撃系の雑誌のルポライターやってる時期もありまして、いろいろやってたんですけど、私あそこ行ったことあるんですよ、歩いてって言ったんですよね。でどうでしたって、僕の時はこうやって精肉店とかがいろいろあって、でも何もなくて、いやおっしゃる通りで多分時期的には近いんじゃないですかねって、まだやってたんじゃないですかあそこ、やってたってどういうことですかって、うん、あの私はねあの通りに昼間入ったんですよ、でも別に怖い人がいるイメージもなかった、ただおかしなことがあったって言うんですよ。例えば精肉店牛豚鶏って書いてあるんですけれども、ショーケースに何も入ってないんですよ。おー強者ですね、なんか、はい、でやってる様子もなくて、うん、でもご主人も座ったり立ったりしてるんですけど、いらっしゃいませとも特に言わないんですって、うん、普通のおじさんがジロジロこっち見たり、うん、まあたまに目そらしたりで、お昼に喫茶店の方を見ても、うん、やってるのかやってないのかもう本当にわからない、うん、ちょっと荷物も段ボールみたいなのもあって、正直に言うと奇妙な区画奇妙な街やったって言うんですよ。で一つパッと見た時に、いわゆるスナックだけが昼間に唯一やってたんですって、はい、明らかに開いてる、前にも看板が出てる、はいはい、でその人本当に命知らずなんで入ったらしいんですよ。ならもうカランコロンカランってなって、キッチンの奥にカーテンがあって、その奥からあの一人おばちゃんがシャッと来たらしいんですよね。あいらっしゃいって言うんですって普通に、うん、でもその時点ですごい違和感感じたんですけど、お昼ですけど薄暗い店内なんですけど、まあバーでまあスナック的なところやからお酒注文しようと思って入ったんですけど、入り口のステンドグラスから見たらお酒がたくさん後ろ見えるんですよ、はいはい、言うたらバーカウンターの後ろ、はいはい、もう開けておばちゃんが入ってきてパッて見た時に気づいたんですけど、いわゆるそのお酒が並んでるのが全部 A なんですって。怖い。新ケーキのセットみたいなかき割りっていうんですよ、はい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 、あれなんですって、うん、何これむちゃくちゃ変やと思ってたんですよ。別にお酒並べてもいいのに。別にそうですね。で何これって思ってる時に、うん、おばちゃんがその方に、お兄ちゃん初めて、あはい、じゃあドリンク、うんっつって、ちょっと待ってねって言って、おばちゃんがキッチンの方に行って、しばらくしたらゾロゾロ歩いてくるんですって。3人、おそらく推定ですけれども40代30代20代の女の人、後ろ手に縛られてみんな浮かない顔してる全裸の女の人が3人出てきたんですって、うん、あどれでもいいよって言うんですっておばちゃんが、うん、でその瞬間に思ったんですよ、あこれも組織的なこの街でなんかそうですね、なんかあるって思いますよね。売春しかも立ちが悪いじゃないですか、そんな裸で人身売買じゃないですけどもことがあるのかなと思って、でおばちゃんえこれどういうシステムなんですか、あだからこの奥でもいいし連れてくれてもいいしね、なんか着せててねっつって、なんてね1時間でね2万かな、3時間やったら3万5千円みたいな言うんですって、うん、でまあ取る手だったら300やねって言うんですって、取る手って聞こえたって言うんですよね、うんうん、なんかカタカナのようなイメージなんですけど、うん、取る手ってえってなって、え何ですかそれ300万って言った、うん、ほんだらおばちゃんの機嫌が悪くなって、うん、あもういいもう知らないやったらって言って、もういいから早く出て行ってって言って帰らされたらしいんですよ、うん、で帰り際になんかあれはおかしいぞと、あの額に関して、うん、あと聞いたことのないカタカナの羅列やったんで、はいはい、すごい気持ち悪いなと思って道を戻っていったんですけども、さっきの精肉店の前通った時に、はい、相変わらずショーケースに何も並んでないお客さんもいない、人影もいないんですよその町にはね。ただそのさっきの精肉店の2階からもうけたたましい機械音、チェーンソーのようなとんでもない音が聞こえてきたと、鳴り響いてたって言うんですよね。それでなんとなく察して出ていったらしいんですけども、まあ、おそらくその300万円のトルテっていうのは人身売買でもあるでしょうし、買い取ったら好きにしてくれていいっていう人間の価格ですよね。でおそらく上で解体してたのは誰かにお願いされて殺してバラしてるんじゃないかと、なぜなら治外法権なんて警察は入ってこれないので黙認するしかないんですよね。それでいろいろドアとか区画の周りですよねが壁で覆われてる理由も分かったっつって、中野さんあそこは本当に行っちゃダメですよっていうのを教えてくれたんですね。やっぱり街ですね。むちゃくちゃ変な話なんですけど、今はもうないのかなっていう感じなんですよね。やってないと思います。でも住んでる気配はあるみたいですね。あだから最近その行かれた方がいるって言われてたじゃないですか、はい、行ったら別に普通だったって感じですね。めっちゃ普通なんですって。だからもうやめたって言ったら変ですけど、でねこれがね何か歴史的な背景があるのかなと思ったら、まあ、そうまず治外法権っていうのがよくちょっとわからないです、ね、本当にわからないですよ。もっとこうなんつうの権力ある人がやってるとかになってきますよね、そうなると。でもボロボロですし、あえてそれを装ってるのかわからないですけど、うん、お金持ちがいる雰囲気は全くないんですよ。
高校の時に見たその20年以上前で言うと、本当にむしろ貧しいって言うとあれですけど、で歴史的な背景がないっていうのが余計気持ち悪くて、突発的にああいうことを始めて許されてるっていうのも余計意味がわからないので、うん、そうですよね、ここにこう口の利くじゃないですけど、まあ、そういう権利というか、この権力を持った人が、まあ、そういう場所一角を借りてやってるみたいな可能性はありますよね。ありますね、やりたい放題ですもんね。でその地名知ってた方もいらっしゃるんですけれども、あとねもう一人だけ、都市ボーイズの早瀬さんはイベントでこの話した時に知ってましたね、なぜか。あの人知ってそうですね、なんか、うん、これはもうここまでは言ってなかったんですけど、隠語があるんですよね、食べ物の隠語があるんですけど、はい、精肉店は2軒ぐらいあるんですけど、はい、これ言ってほんまに激ヤバなんですけど、うん、食うてるらしいです、趣味で。だからそれがどちらかというとそっちがメインなんですかね。いやとしたらもう僕はもうむちゃくちゃやと思いますけどね、はい、その隠語がめちゃくちゃ気持ち悪いんですよ。あのその行為のですか、これ言えないですけど、多分色から来てると思うんですけどね、そこまで知ってました林さん。えぐい話ですね。でもそれもだからありえますよね、その芸能人関係の方とか、なんかまあ政界の方とか政治家の方とかね、そういう場所が一つあっても、学生の時とかそんなんもう全部都市伝説や都市伝説やで終わらせてましたけど、はい、なんか大人になってちょっとなんかありえるなって、ネジの飛んだ大人の人たちとこう、そうですね、特に政治家の方とかね、あと海外でしたらね、あ結構多いですよね、島も、はい、あそこのありますし、それとそのどこまで組織が関係してるのか分かんないですけど、例えば芸能人の方とかって当たり前ですけど、役者さんとかって綺麗な人と好意をしたりとかで、でもどんどん刺激がなくなっていくと思うんですよ、はい、で最終的に求めるのがそういうことになるのかなというか、そうですね、それか失礼な邪推ですけど、役者になって売れていい女抱いたろうっていうやつなんかもともと頭のネジが飛んでるっていう説もありますけどね。僕の不純な人も中にいると思うんですよ、はい、芸人って割と少ないんですよ、面白いと思ってもらいたいとか、ね、はい、お金持ちになりたいっていう人割と少ないので、うんうんうん、僕らの時代はですけどね、あれは良くないっすね。ということで本日のゲストは中山浩太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日もやってまいりました、宅の表に出せないラジオということで、本日もですね表に出せないゲストをお呼びしております、ハニートラップ植木さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。呪いの人形っていうのを人づてにもらったんですよ、はい、それをまあせっかくですから僕の近く の, その霊能者の方とその知り合いの方とかにまあ見せたりしてたら、はい、その方の一人が言うんですよ、その梅木さんこれ捨てた方がいいっす、近くの人危ないって言ってたら、昨日の夜私んとこ来て本当に耳元で邪魔すんな邪魔すんなって言ってたんですよね。でまたそこから3日4日経ったら知り合いの人から、あの霊能者の方が今日救急車で運ばれましたって言われて、何ですかって言ったら、私も今ちょうど病院に来てちょっと話聞いてるんですけど、あの人形のせいですよみたいなこと言って、バイト先かなんかがあるらしくて、仕事先があって、でそこがなんか外階段で事務所まで入れるみたいな、でその鉄壁の階段をカン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 ってこう上がってたら、後ろから声がしたって、女の子の声がしてバーンとこう振り向いた、だからその振り向いたところには当然何もいなかったら、後ろから背中をバーンって押されたような感覚があって、そのまま階段をガランガランガランって落ちて倒れたと。でこう倒れながら、まあ意識朦朧となりながら振り向くと、階段の上に赤い靴を履いた女の子が見えて、そいつがなんかニヤニヤ笑ってるまま自分意識失ったって言って、うん、で僕が持ってるその人形っていうのはバレリーナの女の子の人形なんですよ、うん、パッと言われた時は靴とかは白かったんで、いや白ですよって言ったら、いや僕が見た足の裏やったんですよ、裏見てくださいって言ったら、裏見たら本当にちょっとピンクというか赤っぽい色してたから、これですかって言ったら、それやそれやみたいなこと言われて、そこまでは階段として良かったんですよ。別日に呼ばれて、その人形捨てた方がいいですよって言われて、なんやったらもう全然無料で自分とこのお寺使ってお祓いするとまで言って言われて、あいいんですかって、それも撮影してもらってもいいですからって、その代わりに私今度お守りを販売するんで、俺のおかげで聞いたってことを言ってくれませんかって言われて、えじゃあそれは霊感商法になるじゃないですか、だからって言ったら、いやいや本当別になんなら梅木さんが持ってるとか効果が当たって言わなくてもいいです、僕をその動画に出してもらって、その一緒に紹介してもらうだけでいいんですよみたいな、いや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 、もうそれでも俺公認になるからみたいなこと言って、いやでもいいんですか梅木さん、このままだとあんた死にますよって言われて、いやそんな言い方するお坊さんいるって思って、でいや僕それちょっとできないっすねってはっきり言ったら、そのままもう音信不通になったというか、助けたかったやつが音信不通になると思って、確かに怪しいですね。だから本当にそのいらないパワーストーンとか数珠とかお守りとかって、うん、あんなんて別に何の効果もないですから、うん、本当にその一番大事にするなら自分の先祖のお墓、墓こそパワーストーンってそういうことなんですよ。ああなるほど、先祖を大事にしましょうっていうことなんで、はい、あれですか梅木さん自身は霊は信じてないんですか、はい、基本ベースは信じてなかったんですよ。
でもこう心霊スポット何個か行ったりする中に幽霊じゃないものの可能性の方が低いぞみたいなことが何回かあることで、まあ、信じざるを得なくなったというか、だから僕は未だに自分の中では半信半疑のまま来てますね。そういうの引っかかりづらいですね、やっぱそれが。そうですね、やっぱいろんな方にそういうの言われます。僕でも今んとこ会ったお坊さんの8割揉めてるんですよ。え、やっぱ紹介してくれってなるんですか。というより別の人はとある心霊のところを浄化するみたいな話になって、はいはいはい、これあれですよ、あの生配信の時にお話しさせてもらった、はい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 、という人肉事件の荷物を置いてある家で幽霊が出てしまうと、でそこに来たお坊さんの方だったんですけど、結局一回払ってもまた出てきちゃったんですよ。それが話をしてると払える儀式をしたから消えてるはずだって言うんですよ。じゃあここにいないんですかねって言ったら、いや僕は儀式をしたんでいないと思うんですけど見える人間じゃないんですよって言うんですよ。え、いや見えないってことはいなくなったか分かんないじゃないですかって言ったら、いなくなる儀式をしたからいなくなってるはずやみたいなこと言われて、哲学的な言い方です、消毒剤撒いたから絶対大丈夫やみたいな。で結局その後霊障が起こっちゃってるから、やっぱり見えて確認できてなかったからまた残ってたんすかねみたいなことをなんかの配信で喋ったら連絡が来て、その人からあのスタッフさん悪いです、ね、悪い人ですよ見させていただきます、はい、いいんですか、はい、これちょっと読んでも、まあ、ちょっと読んでも大丈夫だと思います、消してくれって言ったのに未だに主張可能になってて解決できてないと、解決には信頼関係が不可欠です、はい、結構これマジですね、めちゃくちゃ長い、長っ、なるほど、結局自分の口でこうそういうこと言っちゃったけど、まあ大元が大きいから大元になっちゃう前に消してくれよみたいな感じみたいな、こみたいな、ね、ですかね。でも僕もその人が言われたままのことを言っただけなので、そうですよね、そうですよね、ってなって、まあそんなに言うなら一回こう消しますよみたいなことになって、はいはいはい、なんかわかんないですけど、お坊さんが僕今のところ人生で一番揉めるんですよ。なんかお坊さんっていうだけで心がめっちゃ綺麗みたいなイメージをしちゃうんですけど、はいはいすね、全然人やなと思って。まあまあまあそうですよね。そうですそうです。やっぱまたそことお金はまた別物なんでしょうね。はい、だからもう僕はそういう霊感商法とかも非常に気をつけてます。僕がなんか言うことで、はい、例えば怪談聞いた人が怖がりすぎてどっかに助けを求めたりすると、はいはい、そこで僕もちょっと担っちゃうことにもなるんで、うん、信じるも信じないも自由ですけどね、占いもそうですしね、除霊もだから自分の気持ちもあるじゃないですか、もしかして本当にいるかもしれないですから、はい、それは分からないですけど、はい、いなくなりましたよって言われて本当にそういう現象が収まったとかそう思えるんでしたらね、全然お金払ってもいいと思いますけどね。でもこう自分の人生を崩すほどのね、はい、お金は絶対に使わないでねとは思いますね。これ僕が聞いた、まあ、人というかね、人間も含めたこう団体というかなんですけど、僕昔そのパチプロの軍団を持ってたんですよ。軍団打ちしてたってことですか。軍団打ちはしてましたけど、違法じゃないですか。違法じゃないですよ、乗り打ちの範囲内で。できんじゃないですか、書いてある看板にグループ打ちはやめてください。え、別にグループ打ち、いやいや、たまたまプロと見なした方はもう大抵してる。プロっていう証拠あるんですか。なんかあるんですか、法律用語でこれやったらプロってあるんですか。軍団はみたいな、それやったらそのなんか上の人に話してくれたらいいですけど。プロはあれでしょ、左打ちぐらいぐらいの強さで右打ちできますよね、プロは。軽く天井にこすってこうやってひねると2球くっついて入って多く出玉が取れるっていう。プロこの打ち方禁止ってなんか書いてますひねり打ちとか変則打ちって言いますけど、規則正しく不思議な打ち方してるだけですから。だからやってないですか、朝設定取るために10人ぐらい集めて並ばせて。なんですかその、いやその方来られたけども体調悪くて打てないから代わりに打ってくださいって言って僕が打ってるんですよ。場合によってはその方がたまたま僕が打とうとしてた台を取ったんですけど、なんかすって立ち上がってやめられたんでもらっただけで、別に知り合いとかじゃないですよ。そんなことやってないってことですよね。やってないですよこんなことは冗談ね、仲いいのいい人たちがいるってことですね。いやそうです。で、それをやってるメンバーの中にテレビ番組のディレクターさんがいたんですよ。で、まあ、その方細かく言えないですけど、はい、キー局じゃないですけど、とある東京のテレビ局の方なんですまあまあ東京テレビ局いっぱいありますからね、はい、で、その方がですね担当してた番組っていうのがアイドルさんが本当に帯番組で歴史的なことを紹介するっていう番組をやってたんですよ、はい、で、ある回の時に日本を含む近海の地図を出したんですよね。ほうほうほう。で、とある国が当然ちょっと力の強い国があって、うん、国がまあくっついてるような状態で、そこの色分けを別にしたらしいんですよ。なるほど、今問題になってる問題になってるところがあっただかの、まあそれは当然なんですけど、その大きい側からするとここは一つのものやのにお前何別の色分けして別の場所みたいにしてんねんっていう抗議が来たらしいんですよ番組に。
で当然国単位のことですから大きい力があるからプロデューサーの方とその方で謝りに行くってことになったんですよ。わざわざ。そうですそうです。でまあ連絡取ってる方がいて当然空港に着いたらあの車で待ってますからそこに来てくださいと、うん、まあ当然連絡する方自体は丁寧らしいんですよ、うん、まあ上司とかその団体の上の方が怒ってるらしいということで、うん、で空港着いて何日いるか分からんけど、まあ、2、3日で帰れるやろうみたいなことでリュックとスーツケース1個ぐらいでわーっとこう空港から出て道路がある中にもう明らかにやっぱ他の人らと違うから分かるっていう、うん、その黒いスーツを着た方が2人立ってんのが分かって、うん、車が1台止まってるってもうそれも大層高級しそうな車で、うん、結構丁重に会合みたいなんがあってそこでみんな集まってるんでそこでちょっと説明とかをしていただきたいんで、うん、ひとまずちょっと車に乗ってくださいって、まあ、乗せられてバーって車が発進するんですけど車がその横のスモークの度合いがめちゃくちゃ強いからどこ走ってるかもよく分からへんみたいな、うん、怖いですね。で結構な距離走ったって言うんですよ。途中なんか、まあ、高速なのかなんかゴーッとこうスピードも出しはるしみたいな。で1時間か1時間20分ぐらいか走ったぐらいのところに周り本当に田んぼしかないよう なんかポツンと建物があるって。でそれはまあいわゆる洋式の建物で4階建てのちょっと大きなマンションって言ったらあれですけどホテルというほど立派じゃないし小型のマンションなのかなアパートならかなり立派なサイズだなっていうのがバッと立ってて車をバッとその前に止めてで降りてだからそこは本当にホテルみたいなフロントになってて話をしたら部屋を取ってやるって言うんですよ。で聞くと、まあ、ここの、まあ、近くでその打ち合わせをしてるからお前らは一回まあこのホテルに入って待っててくれと何時になるかわからんからって言われたんです。でプロデューサーさんとそのディレクターさんバラバラに階段上がって3階の端っこの部屋ほんと2つを用意されてたみたいな、うん、で入っていってでプロデューサーさんが一番角やったらしいです、うん、で自分はその手前にバタンと入って入ったらまあ普通のもうホテルと一緒ですよ、うん、ちょっと分厚めのドアをガチャッと開けて入ると、まあ、中はもう茶色い照明でもちょっと落としてある感じで、うん、探すと普通のホテルと一緒でパチッと押したら電気がパッとつくとあ結構この新しいやんちゃんとそのなんか変な座敷廊みたいに入れられるとか、うん、そんなんじゃないんやみたいなで見たらこう普通にトイレもあって、うん、シャワーもあるからあ普通のホテルに泊まらせてくれんのやな、うん、でまあ自分の一応スーツケースとかリュックを下ろして何日いるか分からんけど、まあ、ちゃんと着替えておこうみたいなんで、うん、バッて服を着替えてたその時にちょっと思ったのが、まあ、外がそもそもそう人がいなかったのもあるけど人の声が全然聞こえないなって。え、こんなことあんのかな。でもしかしたらこれなんか外誰もいなかったらそれはそれで怖いなと思って、うん、星より上だけのこの窓があるんで、そうです。それをシャッと開けたらその瞬間にあこれやられたと。シャッと開けたら窓ガラスの向こうに鉄格子みたいなのがはまってる。うわあこれ出られへんやでその鉄格子の先に窓がもう一個ついてるんですよ。これガラスの間に挟んであるから外からやと見えない格子がだから一見外から見たら普通の窓にしか見えない、まあ、照明の感じもあるでしょうけどうわっと思ってで急いで怖くなってドアを開けに行ったらドアが開かない。うわ怖い怖い。うわこれ閉じ込められたって。そしたら電話が鳴るらしいんです。プロプロってなってバチャって出たら、まあ、拙い日本語らしいんですけどあの今からテレビでそのビデオが流れるんでそれを見てくださいってことを言われてで、まあ、ベッドのとこ座りながらってパチってテレビがつくからそしたらバーって流れてるでそれがねなんか1本2時間半3時間ぐらいやったらしいんですけどとにかくこの国はどういう風な歴史でできたかそして今までこの国っていうのがどういう風に保たれてきたかで、まあ、さっき言ったようにこの領土の問題であったりとかどういう風な考えでどれが正しいんだっていうその歴史をバーって2時間3時間見せられた、はい、終わる頃にまだ電話がかかってくるんです、はい、バッて出るとそのどんな内容でしたかってことを聞かれたから、はい、こう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 いう内容でしたって言ってそれ見てどう思いましたかってあまあまあそのといろんな歴史があってちょっと自分の知らないこともありましたねって言ったら、はい、あなたはまだ分かってませんねもう一回見てくださいって言ってまたそれが流れる。でそれをどれぐらい見たか分からないけど何を答えてももう一回見てくださいしか出ない。で途中でそのしんどいから寝てしまったらしつこく電話が鳴って起こされる。でそれが一晩以上続いたって言うんですよ、ね、翌日も見せられても2番目にかかるかなって時に電話がまた鳴った時に内容とかじゃなくて本当にすいませんでした私間違ってましたごめんなさい本当にこんなことになると思わずだことの重要さ分かってなかったです二度としませんって言ったらやっと分かってくれたみたいですねって言われて別の部屋に迎えが来て連れて行かれるんですよ。でその別の部屋でごつい椅子に座った偉い方がいらっしゃってでその方はニコニコして二度と間違えないでくださいねみたいなことをなんか言ってる。で自分は本当にすいませんでしたすいませんでしたって言ったらその部屋に忘れてたまあ荷物とかを持ってきて
てくれて、どうぞ今から空港に送るんで帰ってくださいと、うん、でもうバーッと着替えてバーッと帰っていくんですけど、途中であれ一緒に来たプロデューサーは大丈夫なんですかって、あの方はあの一緒に来てるんですけど一緒に帰れないんですかねみたいな言ったら、あの方は大丈夫です、先に帰ってはるんでみたいなことを言われたから、俺の方が長かったんやみたいな、いやこれはきついでって言って空港着いて日本に帰った。帰った後その方に連絡しても当然連絡つかないんですよこれ。え帰ってたんじゃないの、うん、で周りの方いろんな人に聞くんですけど、いやお前と行ったっていうのは知ってるけどそれ以来俺会ってないでっていう人ばっかりで姿を消してしまったらしいんですよ。だからその方がまあどうなったかっていうのは分からない、認めなかったのか、その結果何かに会ってしまったのか分からないんですけど、番組で出す地図その色合いをちょっと間違えただけで違う国に連れて行かれて一人知ってる方が帰らなくなってしまったという話をそのディレクターさん自身に聞かせてもらったんです。まだ見てるとかないですか。いや分かんないですけど、さすがにまあそれでねどんだけ固くなやねんと思いますけど怖ぁらしいです。 T1 の時のあの決勝の決勝でお話ししたことにも関わるんですけど、はい、僕これをやってなかったら自分の一家が呪われてたって知らなかったんで、ほうほうほう、怪談始めたことで僕の怪談をラジオで聞いたおかんが僕のラジオアプリにコラボ申請してきて、でいやおかん久しぶりやなって、うん、やってんねやこんなんって言いながら、あんたが怪談とかこんなん興味あるって知らんかったから、うこういうのを否定せえへんっていうのが分かったから話させてもらうでって自分の家が呪われてる話を聞けたんで、いいなと思う反面、なんか梅木家ってもう僕しかいないんですよ。え松江なんですか。もう僕松なんですよ。だ僕が途絶えたら子孫も残らないんで。今ご結婚されてしてないんですよ。やばいじゃないですか。やばいんですよ。可愛い墓見つけないと、可愛い墓見つけないと。僕の墓も用意しててください。いやなんでだよ、変な乗り方すなよ。可愛い墓見つけないとむずいっすね。いやだからやっぱこう本当にパートナーを見つけないと子孫が途絶えちゃうんですよ。でもそれって今まで意識してなかったですけど、確かになんか呪いみたいなことで僕のその親戚はいるんですけど全部途絶えちゃう感じなんで、うんうんうん、考えた時にちょっとそのなんか自分へのプレッシャーも感じますし、はい、呪いということってこうなんか理由が見つからんとか解決法がわからんじゃないですか。なるほど。ってことは僕もやばいんちゃうかっていうのは、自分の家に呪いが降りかかってるっていうのが分かって以来将来が怖くなりましたね。それは後悔してる部分かもしれない。それ知ることによってみたいな。知らなかったらもっとニコニコしてたのに、すいません、たくさん喋っていただいてありがとうございます。いやありがとうございます、こちらこそです。じゃあすいません、今日は長い間ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストはハニートラップ梅木さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタッグです。タグ TV の実写チャンネルということで、今日はですねギュッとしてお届けしたいと思います。恐れ知らずの3人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は事故物件住んだことがあって、なんなら好んで住んでたことがあって、それこそ石川県の金沢市に住んでたんですよ。で結構の高級住宅地のアパートで、他の家賃で考えても、まあ、金沢ではあるんで、まあ、それでも 1DK とかで4万5万、まあ、5万以上するみたいな当たり前のところが2万円だったんですよ。おー安いです、ね、安いなと思って、でそこまずサイトに載ってなかったんですよ、その部屋で。不動産行った時になんかめちゃくちゃ安い、お金がないんでどこでもいいんで本当に安いやつお願いしますって言ったら、しぶしぶ出されてきた。でも2万円じゃないですか。で、あ、じゃあここ行きたいですって言って実際行ってみたんですよ。そしたらさっき言ってたみたいに、入った瞬間からなんかじっとりとしてて、なんかこう臭いんですよ。そしてうわ、でもここで何かあったんですかって聞いたら、いや何もないです、ただ建物の構造上こんな感じなんですよって言って、まあでも安いし、まあ、それだけだったら気にしなくて住めるかと思ってそこ契約して、で住み始めた時に、その時初めて私金縛りにあったんですよ。多分20歳頃だったんですけど、ただやっぱりもう20歳ぐらいだともう人格形成されてて、その頃だったらそういうの来たらもうやったらみたいな感じの覚悟だったんですよ。だからピキーンってなった瞬間、あっってなった瞬間、カーテンの窓のところがこうちょっと揺れたんだよ、カーテンの、と思ってると、そこに女性がここで覗いてたんですよ。でそこを駐車場になってて、ちょっと敷地内みたいな感じになって、普通の人入ってこないんですよ。あ、なんかいると思った瞬間、おらーって立ち上がった、立ち上がる手で、でそしたらそのカーテンから覗いてる人がって顔していなくなったんですよ。で、あ、いなくなったと思ってバッて開けたら、いないけど、もしこの位置に顔出してると思ったら、ものすごいでかい女じゃないと、駐車場のところがちょっとこう塀になってて距離があるんですよ。でしかも窓のこの辺もべったり張り付いてるぐらいで見てるので、2メーター超えてないと無理なんですよ、物理的に。でもそれ以降部屋の中の湿度みたいなのがカラッとしちゃって、
何もなくなっちゃったんですよ。払っちゃった。それだからそういうようなことをすればもしかしたらそういう場所も平気になるかもしれないっていう。確かに。なんかこう、怖がっちゃいますもんね。大体、うん。そうなんですよね。強く言っちゃえば確かに。うん、あ逆にそれ威圧しちゃうというのもあるかもしれないですね。なかなかそういうタイプはやっぱりいないのかもしれないですけど。その小学生の時期って毎年なぜか車に轢かれてるっていう謎なこともあって毎年そうなんですよ毎年一回その歩道を歩いてるだけなのに車が突っ込んでくるとか、あなんかその話してたな、うん、今はないんですか今怪我しやすいとかないんですか最後に怪我したのが大型トラックにパーンって跳ねられてここ複雑骨折して、でその時に入院したところでさっき病室の話ちょっとあったじゃないですか、はい、あの投稿の話で、はい私そこを緊急で入院されたってこともあって部屋がなかったらしいんですよ、はい、だからなんかこう ICU みたいなところ、うんまあ、もうちょっと自分じゃ動けないみたいなそのシュコーシュコーっていう音が鳴り響くところにこうやって寝かされたんですよ、うん、で私病院に痛くなかったんですよ私病院嫌いだったんで、うん、早く帰りたい早く帰りたいって言ってもでも手術しなきゃダメだからみたいな早く手術したら帰れんじゃないみたいな話になって、まあ、その夜になるわけですよでも、まあ、寝ようと思ってもう9時ぐらいに消灯するじゃないですか、うん、そんな時間にやっぱり中学生ぐらいの時寝ないんですよね、うん、だから寝れないからと思ってこうテレビ見てるんですけど全然眠れなくて、うん、でも巡回に来る看護師さんとかも早く寝てくださいねなんて言われてああ分かりましたってテレビ消すんですけどまたつけてっていうことしたらたっタッタッタって看護師さんの足音じゃない足音がなんかし始めるんですよ、うんうん、そんな時間帯そんな足音するってちょっと変じゃないですかあなんか聞き覚えのない足音するなと思ったらその足音がタッ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 ってきて自分がいるところの病室にペタッと止まったんですよ、うん、でガラ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 って開いてペタッ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 と入ってきたと思ったらベッドが6個あるんですけどその隙間を縫うようにまず奥に行ってで私の方に来てでこう全部縫ったと思ったら、うん、対角線上にあるベッドのところピタッと止まって、うん、しばらく動かないんですよ。へーっと思ってイヤホン外してへーっと思ってるとまたその足音がピタッ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 って出ていったかと思ったらそれについていくようにその対角線上のもう一人がペタッって裸足で足をつけた音してペタッ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 ガラガラって二人で出てったんですよ。ちょっと待ってこの部屋にいた人って全員自分で動けないよなって、うんうんえ、ないないないって思って、寝れない寝れないって思いながらもう3時ぐらいになってようやくこう眠りついたんですよ。で、朝起きたらもうご飯とかの準備とかも全部片付けられちゃって、起きたらもう9時過ぎぐらいになってて、うん、で、母親が横にいるんですよ。と思って、ああ、なんか昨日なんか変なことあってさって話をして、その対角線上のとこちょっとカーテン開けてみってバッと開けたら、ベッド空になってるんですよ。あれ？え？と思って、昨日ね、こんなことがあってみたいな。いや、なんか私が来た時に、朝7時ぐらいに休館みたいな感じになって一気にやっててあんた起きるまでの間にみんな片付けとか終わっちゃって綺麗になったよって、うん、何気持ち悪いこと言ってんのって何何何何それみたいな感じに思ってで次の日が手術だったんですよでまさか今日の夜もそういうことが起こるんじゃないかと思っていやもう部屋を変えてくれるようになんとか病院の先生に言ってくれって言ったんですけどいやそれは難しいって言われてでまた夜の9時になってくるじゃないですか昨日の夜もあったんで寝れないわけですよなおさらうわ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 って思ってるとまた12時ぐらいになった時に昨日聞いた足音がまた来るんですよピタピタピタってでその後ガラガラって開いてまた部屋の中を練り歩いてこの時昨日は一周でピタッと止まったのに奥まで行ったかと思ったらまた戻ってきたんですよ、うん、でこう戻ってきた後にまた私のところにピタッて止まったんですよ、うん、ちょっと待てとなんか嫌だけど昨日のことあったんでまさか死神的な何かなんじゃないかなと思ってたら、うん、またピタッ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 と今度その対角線の左のところにピタッと止まってまたしばらくじっと止まるんですよでそのまままた足跡戻ってガラガラガラって出ていく同吉に今度そこの足音をピタッてまたついてで出てくるんですよ、絶対おかしいってだってその対角線上の横のところキーキーとかいろいろついてて動けなくなってたはずだもんと思ってでもその日は全然もう寝なくて朝まで起きてたんですよでもう朝の6時ぐらいになった時に休館だみたいな感じになってそこの人やっぱり亡くなっちゃうんですよねそのえーと思ってこだって、ちょっと待ってよと。今日手術なわけじゃない。今までは、まだ意識があったから対応できたかもしれないけど、その日手術を受けた後、気絶っていうか、まあ、麻酔を受けた状態で寝たきりになったら夜って意識がない状況なわけじゃないですか。絶対にこれ手術の時だから、もう部屋変えてくれって言っても、そんな話は通りは通らないですよ。でも、やだ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 って言いながら、その、手術台に連れてかれて、こう、つけられるわけじゃないですか。で、麻酔なんですけど、絶対に寝ないってこうやってやってると、その先生が、何やってるんですかって言われて。いやだってもう幽霊出るからって言ってもういいからって言ってこう目を閉じられるっていう瞬間で私意識が消えたんですよ、うん、
でパッて気がついたらもう全身管まみれになっててシュコーシュコー、ああもうあの瞬間やっぱり寝ちゃったんだと思ってパッて時間見たら1時ぐらいなんですよ。えまずいこれはと思ってたらまたピタピタってあの足跡が始まってうわ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 って思ってたらタタタタタタタってその看護師さんの足音来てガラガラって大丈夫ですかって私の様子を見に来てくれたんですよ、手術の後だったからって、あー助かったと思って、いやまあ大丈夫です、はいはいっつって、でその時っても私初めて紙瓶使ったんですけど、うん、もうそれをこうガッて突っ込まれて、うわーもうなんか女性にそんなことされるのも嫌だな、まあでも人が来てくれたし助かったなと思いながら、 ありがとうございますって言って、あ、まあ、なんかあったらそのナースコール呼んでくださいねって、そんなあの出てったんですよ。で出てったと思ったらその足だとまたさっきまで止まったところからまた再開したんですよ。ピタッ、えじゃあさっきの人見てないのっていうのを、うん、え、何何何何って思ってまたピタピタってガラガラって開いて、今度またピタピタピタと思ったらしばらく今度私の前止まるんですよ。それこそ誰かが連れて行かれたかのような時間ずっと止まってんですよ。うわこれやばい、でも動けないし、まずいまずいまずいって思ってると、そのまままたピタピタピタって歩いてって、どこのところにも止まらずに出てったんですよ。そのはあ、助かった助かったと思ってそのまま眠りについたんですよ。で翌朝になって、まあ8時ぐらいですかね、目覚めて母も朝早くから来てくれて、パッて見てちょっとカーテン開けてくれないかって言ってカーテン開けてもらったら、まあ、全員大丈夫だったんですよ。だからあの時もし私に何かあったらあのまま自分も連れてかれたんじゃないかなっていう、すっごい怖い経験とかもしたりするんですよ。ただこの頃まではそういう幽霊的なものが怖かったんですよ。で18歳の時までは怖かったんですよ、こういうこと、うん、幽霊的なもの、はい、それこそ岩尾さんと出会った時とかも正直心霊スポットとかも、うん、あの幽霊屋敷とかそういうところも行きたくない側だったんですよ。でもともとやっぱり昔の、まあ、今の配信者とか言われるタイプの人たちもそうかもしれませんけど、取れ高が大事だったじゃないですか。そうですね、でいろんな人たちが出てきたんですよ当時、俺も俺俺もみたいな配信する方が増えてきて、はい、私もその時最初期だったんですけど、どん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 その波に飲まれてしまうぞということもあったんで、よしこれは心霊スポットに行こうっていうことで行って、行ってきてから変なことが立て続けに起こるようになったんですよ。でそこでちょっとやっぱりこれは問題だってことで、もう私も相談してですね、あのなんかお祓いしてもらおうみたいな感じでお祓いみたいなのも連れてってもらったんですよ。でその時になんかちゃんと儀式的なものをやってもらって、パンパンみたいな感じで叩かれたりとか言っていろいろやったんですけど、私その時に思ったんですよ、あれいろいろやってみたけど結局お祓いとか受けてるけど死んでないよなと、まず自分が、つまりこれは幽霊に殺されることはないだろうって思った瞬間からなんか全然怖くなくなっちゃったっていう、うん、だからそこから逆に捕まえてやろうっていう認識が変わっていくっていうスタイルなんですよ。なのでちょっとやっぱ他の人たちとは階段の語り方とちょっと違う部分がこういうところにも出てるのかなっていうのはありますかね。本日のゲストはですね、階段恐る知らずの3人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、陽介さんとはメインチャンネルの方でもコラボしております。皆さんこんばんは。そして朝の方、ガタモーニーガンジー横須賀でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。僕ね、高校の時新聞配達やってたんですよ。その新聞配達終わってからセブンイレブンでブリトーを食べるっていう習慣があったんですよ。ほいほい。でとあるそのそれも新聞配達仲間の一人と二人でいつもハムチーズのね、はいはい、ブリトーいいですね。サワサワサワうまいじゃない、はい、セブンイレブンの朝いいですね。あれはもうロングセラーだよ、あれもうずっと、うん、ずっとありますよね。ずっとあるそんぐらいうまい。それを食べるっての楽しみで新聞配達終わって自転車で行ってたら白いベンツが目の前にあって、急に出てきたもんだからバーンとこうぶつかっちゃったわけ、はい、ですいませんっつったら、まあ中はもうこれもんの人だったんですよ。で俺まだ高校生ですよ。それにもうすごい恫喝をね、いやお前年取るんだよお前のやるなみたいな感じで、もうすごく来て、すいませんすいませんとかやって、で黒いさ布袋みたいな、お前こんなん入るやんみたいな、本当に本当にうわーってやった時に一緒にブリトーを食べるその T 君って言うんだけど、うわー来てくれて、正義がなんかやれてるみたいな感じになって、でちょっとすいませんやめてくださいっつって、でこいつ本当にいいやつなんですよ、本当にいいやつなんです、なんかそんな感じで謝罪をしてて、ほんでうるせえお前がやるよっつって、僕入れっつってんで、そのままベンツにバーンっつって俺入れられたんですよ。でそのまま友達も乗ってきて、いやもう本当こいつマジで本当にすいませんあのいいやつなんでっつって
まあいいやつ一本で行くしかないと思うんですよね。いいやつなんで、うん、とか言ってで、まあ本当に寂れた港町みたいなとこがあって、うん、そこに車が止まってたんだろうね。きっと俺はもう袋をもうこう かぶされてるから。どこか分かんないですよ、ね。どこか分かんないから、うん、そのままあの本当に海にバーンってやられるような感じのシチュエーションで、でもやっぱその T 君がじゃあ僕が本当はいいやつなんでっつってこいついいやつなんでっつって海に飛び込んだっていう話がこいつが一番怖かったあバーンそう港に飛び込んでほんでまあ本当にあかんわあかんわやべやべみたいな感じで引き上げたけど、そんな経験はある。いや人怖ですね。人怖でいいのかな。ことなきを得たんですか。ことなきを得てなんとか、うん、そっからそうブリトーを食いに行ったんだけどやばかったなっブリトーは絶対食いたいです。ブリトーとねカルビ弁当このセットだったんだけどT君いなかったら危なかったですよね。脅しだと思うよもちろん。向こうとしたら払えお前ってことですもんね。そう多分もうギリギリまでやってなるほど払うんだなって言わせるっていう、うん、そう、じゃあ払わずに済んだ。まあ向こう側ですからね車で急にもう白い覚えてます覚えてます、そう結構な経験ですねそれは。これ面白いんだよね。面白いっすね皆さんいないですか病的な人。病的な人はだから俺に黒魔術をかけたお守りをなんか持ってきた。マンダラアートじゃないです。何それ。あれ言ってなかったですかこれ。これ聞いてないですよ。高校から付き合ってた彼女がいて、はい、その彼女ちょっとね最初普通だったんだけど僕と付き合うようになってからかわかんないけどなんかいろいろそのなんだろう不思議なことをやりたがるようになってきた、はい、バンドだとか、なんか表現したいみたいな感じになってきて。ちょっと芸術。芸術じゃないけどで絵本作家になりたいっつって不思議言い始めた、はい、そっから。でアフリカに行ってくるで言い始めたんですよ。それ19、20歳の頃ですよ。もうもちろん超遠距離なんで別れたわけですよ。そこでやっぱ消滅しちゃうわけ。でもやっぱ向こうはまだ思いがあったらしくて、もうなんかこう手土産じゃないけどあなたにその贈り物がありますと、なんかそのお守りなんですっつって、アフリカの部族の呪いの儀式みたいなのがあって、でそこでなんかそのハッピーになるみたいな、まじないのいいやつをかけたやつ、そうそうみたいなかけたやつを送ってきて、で俺はもらえなくて怖くて燃やしたんだよその場で灰皿の上でね。そしたらその煙がまーっつってこう上がってくるでしょ。どこを逃げても煙がその なんだろうな俺にそのまとわりついちゃってもうなんかもうすごい状態になっちゃってな怖えなっつってしたらなんかそのまじないをかけたんだよみたいなものがあって、そっからもう別れたんだけど、もう今でも覚えてんだけど毎日 K の車がねうちの前にグッと止まってて、テールランプがパッチンカッチン、それを毎日繰り返してたっていう。誰か、その元カノがね。元カノが来てたってことですか。そう、ずっと毎日。そう、うわ、私はちょっとめちゃくちゃ怖かったよ。ストーカーはタッグやったことない。ないですよ僕。僕一回だけあって、俺はもうないと思ってたんだけどそういう気質が。感じさがストーカーになったみたいなこと一回だけあって、付き合ってた女性が嫉妬してほしいみたいな。それじゃないと愛じゃないみたいな。なるほど。安心しきっちゃダメだから私のことをずっと嫉妬しててねみたいな。みたいな感じの女性で、こっちもね好きだったからさ、はい、演技でお前あいつと喋ってたなみたいな、なってたわけで、こっちも、はい、そしたら本当にそのなんかもうムカつくなみたいななってきちゃってるわけ。最初は演技でやってたのに。演技でやってたのに、はい、であいつ今日まさかあの男と一緒じゃねえだろうなとなったら気になって、車をさ家の前でこうやって本当さっきのちょもう彼女じゃないけどテールランプでカッチンカッチンつけて毎日行ってたみてえな。なるほど。なんかそうさせられるというか。特殊か。そんで決定。そのストーカーはこうやって生まれるが特殊。全然多分違うと思いますよ。で結局その彼女が元彼と実は繋がっててブチ切れちゃって、それで、で刑務所のフェンスがあってそのもう近くでバーンってやっちゃったことあんもん。ふざけんなっつって、そしたらすぐ警察が近いから警察が来て本当一日中拘束みたいなのはあった。セルフ習慣ですもんね。そこで そう そこで暴行働いて、そう近くでね覚えてるわ。うん、えらいことですね。えらいこっちゃだったね。大丈夫だったですか。でもうそれでもう俺はもうあこれはこの人と一緒に行っちゃダメだと思った。危ないってね。危ないんだ。もう我に返ったみたいな。そう。一回だけ先輩に連れられた飲み会で女性が来てて、はい、その女性がなんか気に入ってくれて、うち来なよみたいな状況、あこんなことあるんだみたいな。でも経験として面白いと思って行ったんですよ、うんうん、その女性ん家、はい、そしたらその女性の家が至る所の至るアイテムが全部紫だったんですよ。はあ、すごいですね。もう全部ちょっと怖いですね。少しだけめっちゃ怖い。俺ちょっともうめちゃくちゃ怖いなと思って、いろんなもうこういうものとかもなんか本もカバーが紫になってたり。
るほど。私紫好きなんだよねみたいな。いや好きすぎて怖いって。好きすぎて怖いなと思って。何なんだろうとは思ってたんですよ。もちろん布団もね紫で、はい、枕カバーも紫みたいな。ほんとすごいなこだわってんなと思って、でいざそのベッドインみたいな感じになったら、はい、私の首を思いっきり締めてほしいみたいな、そうなってうーっつってもっとだよっつって。うわうわうーってやったら、うっ血してくるんですよ。ああで、やばいんだよ、やばい、死んじゃう、死んじゃうと思って、ふーふー、行っちゃったとか、とか、とか言って、じゃあ、始めてとか言って、パッつってこうやって脱いだら、乳首が紫色になってる。これ、ほんとに。で、私、次があるから、つって。次のなんかアポも取っててそっち行っちゃって、俺なんかその一夜限りの人家にずっと待ってて、あーなんかもうぶっちぎられたみたいな感じで、もうやだみたいな感じでうおーサボしてる女性だったんだけど、なんかもうそういう経験あった、思い出した。いやでもマジでその魔導というか M の人いますもんね。そういうことだよね。ただの紫ってその変態色って言われてるんで、妖艶か、妖艶、そういうイメージから、というか紫が好きな人はスケベなんだよみたいな、昔からなんかそれあるよね。自分からその女性に行ったんかもしれないですよね。宗教系で俺がちょっとした話だけどもさ、茨城の T 氏、そこの某有名団体の教祖様が亡くなったっつってやったことがあるんですよ、その仮装の仕事を。でそしたらそのね、黒装束じゃないけどやっぱそんな感じで信者の方が囲んで、その教祖ね、安全バラダバダバラダバラダバラみたいな、またその呪文みたいな始まって、パーンとダバラ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 って、その数珠がパパパパパパってなって、その拾い集めて、仮装が終わったと思ったら、その黒い煙がさーつって呪文唱えてた女性のとこにこうファッと入ったなと思ったら、俺のとこ来て、なんか困ったことがあったら何でも相談くださいみたいな。あの急にと思って、でスーッとこう帰ってったんだけど、その人が次期教祖になったんだよね。なんかそういう儀式があったのかな、なんかそういうなんかその独特な次の教祖、次の教祖をつけるみたいな、あれ不思議な、なんか変な、もうやっぱ宗教怖いなと思ったね。宗教すごいっすよね、独特。最近思い出した話で、階段にもちょっと しちゃってるんだけど、あれはもう多分人怖だと思うんだけどね、ゴミ回収やってて、でそのおっちゃんが50代半ばのおっちゃんで、 N さんって言うんだけど、それが母親の介護で、その独り身なんだと、でなんか面白くないんだよね日常がつって、で俺猫好きなんだよみたいな話してて、で猫の YouTube 撮りたいみたいな感じで言ってきて、なんかアイディアないかねみたいな話、いや猫の餌食べてるシーンとかだけでもなんかいいかもわかんないですねみたいな、ワンアイディアで言って、でしばらく経ったら撮ってきたよみたいな感じで、これ見て見てとか言って、こう見たの動画で、猫の餌がこの5個ぐらい並んでると、でそれを見てたのね、あここから来んだなと思って、でなんか桜みたいな、チョコミントほら来なみたいなこと言ってるの、その N さんは。そしたら一向に猫が現れないんですよ、一向に。ほらダメだよ本当にっつって、その動画越しでよ、ダメだよみたいな、あ邪魔すんじゃないよ桜っつって、そこチョコのご飯でしょみたいな動画をずっと見せられてんの俺、なんか気持ち悪いっつって、で突っ込もうかなと思って、私は猫がいねえじゃねえかって言えばいい話だから終わりだから、でも本気でやってるような感じで言えなくて、そうで何なんだこれはとずっと気になってて、でしばらく経ったら取りに来てほしいって、うわなるほど言うわけだ、で分かりましたっつって、で一軒家みたいな感じなんだけど、でガラガラガラって開けたら、僕その N さんがいて、いらっしゃいとか言ってんだけど、その感じもなんかそのもう猫がここにいるかのような、いらっしゃいみたいな、こんな感じで誰もいないですか、誰もいない、もう何も映ってない、でもその N さんはもういるんだよ、でうまいんだよそれがまた、本当にいるような感じでやってる感じがするというか、でこう中に入って、まあ、撮影こうしててさ、あ横須賀君、おほら来た来た、桜が来た、ほらほら、そして本当だって、俺も乗んないといけねえな、待って本当だねーなんつって言ってね、こうやってたら、何やってんの横須賀くん、足だよまだ、足にいるよみたいな、めちゃくちゃ怖えみたいな感じがあって、もう怖くて突っ込んだわけだ俺、もう猫なんかいないじゃないですかつって、そんなできませんよつって、いやいるよつって、もうほらほらうろうろしてるしつって、なんか言って、ほら今もほら襖のとこに入ってったっつって、で襖のとこにファーッと開けたらさ、なんかそのなんか変な小さいなんかなんていうかカンカンみたいなのがあって、そこに名前が書いてあるみたいな、
五体の、はい、もしかしたらなんか生きてんのかもしれないみたいな、はい、その人にとったら、ああなるほどなるほど、そう、怖いですね。ちょっとこう精神的な、ね、精神的なもんなんだよ多分。ちょっと怖いですねでもそれ。なんでしょうね。昔飼ってたとかいう可能性だってありますしね。カンカンがもしかしたらなんか遺骨みたいな話なんですかね。おそらくそう。そういうの、うん、猫のね入れてるかもしれないです。そう。ということで以上前半のゲストはですねガンジーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、本日もですねスペシャルなゲストを来ていただきました。 T1 グランプリにも出場していただきました三好一平さんです。よろしくお願いします。はい、全国192万人のタック TV ファンの皆様、どうも三好一平と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ある人物に千葉県の心霊スポットに行かないかと、はいはい、あの別の声優の友達経由で、あーなるほど、紹介してもらって誘われたんですよ、はい、でも行ったんですよね。でも僕はあの霊感とかゼロなんで、はい、何にも見えたりしないけど大丈夫ですかって言ってそれでもいいって言うから、はい、まあ、行ったんですよ。まあ、行ったら意外と何かあったんですよ。その千葉県の心霊スポットですね、はい、まあ、どんなことがあったかというと、うん、まあ、左右が崖みたいになってる場所だったんですけど、うん、昼間とか歩いてると横から何かこう下ってくるような音がしてたんですよ、うん、なんかガラ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 みたいな、うん、でまあその音がする方を見てみても、まあ、何にもいないんですよ、うん、まあ、何なんだろうなっていうのが夜まで続いたんですよね、うん、でまあそのまあ、よくあるなんて言うんですか、こう心霊ドラマとかじゃないですけど、そういう心霊スポットでなんかこういろいろ起こったりするじゃないですか、はい、まあ、それに似たようなことが起こって、もう雨も降ってきたから帰ろうってなったんですよ、はい、でまあロケ車があったんですけど、はい、ロケ車に僕一番先頭の方にいたんで、はい、乗り込もうと思ってロケ車にこう手をかけたんですよね、はい、かけたらまた後ろの方からまあガラ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 って音が聞こえてきたんですよ。でパッて見たら今度音がこう鳴り止まずにこう音が抜けてったのね、うん、まあ、何なんだろうなと思ったらもう一人あの声優の先輩が一緒に行ってたんですけど、うん、声優の先輩が僕の足を見て驚いてるんですよね。僕の足がこう勝手に上がってたって上に上がってた上がってたんですよ、うん、でそこにまあなんかこう女性みたいなのがこうしがみついてるみたいな感じで、でまあロケ車に乗せられて、その先輩がもうずっと僕の足に向かってですねもうなんかこう唱え始めてるわけですよ。なんかこう多分あのどっかで聞いたか何かのやつですよね。まあ、そういうことがあったんで、翌日にその先輩からも LINE が来て、まあなんかこう俺は今神社にいるんだけど、やっぱ神社ってすごい心がまあ洗われるよねって言って、だからもうお前もなんかお祓いとか行ったらいいんじゃないっていうことで、僕人生で初めてその時お祓いに行ったんですよ。でお祓いに行ってもきちんとお金を払って1回目のお祓いしてもらうじゃないですか。まあお祓いしてくださった方が僕の方を見て本当にまああれって顔したんですよね。何なんだろうなと思ったら、いやもうお金はあの全額お返しするんでもう一回やらせてもらっていいですかって言われたのね。でももう一回お祓いされるじゃないですか、うん、でお祓い終わってまた僕の方を見て首かしげるんですよ、うん、で奥の方に引っ込んでいったら、うん、もう今度3人ぐらい連れてきて3人がかりでお祓いされたんですけど、怖いですね。その方もなんか見えるわけじゃないらしいんですよ。ただなんかこう何か悪いものになんかこう、まあ、三好さんがこう見られてる気がすると、はい、でまあ、とりあえず払えなかったからなんかあなたをそれから見えなくしました、あーなるほどって言われたんですよ、はい、でそこからあの結局、まあ、僕見えないんで、はい、特に何かがものすごく怒ってるってわけじゃないんですけど、はい、毎年お祓いに行ってるっていう。じゃあ払えてはないんですか、ずっと払えてないみたいなんですよね。生活それでこう影響出たりとかもしてないんですか、全く。周りが停電したとかぐらい今からもかなり前なんですけど、はい、まあ、その僕がいたこう声優事務所に僕残れなかったんですよ、はい、で残れなかった理由っていうのが、まあ、あの似たような声質の先輩が入ってきて、ってことなんですよね。まあ、でもそれはまあ仕方ないのかなと思ってまあ受け入れたんですけど、まあ、軽くちょっと一生懸命頑張ってきてるんで、まあ、僕まあなんていうんですかね、こう、まあ、絶望ってほどじゃないですけど、なんかもういいやっていう感じにちょっとなったんですね。でもまあ、ちょっと全国旅行してみようかなってなって、まあ、旅行するんですよ、貯金で。いろいろ回ってたんですけど、やっぱお金ってすぐなくなるじゃないですか、はい、でまた働かなきゃいけなくなっちゃうんですね。でももう元々働いてた場所はもう辞めてしまっていたので、フロム A って雑誌あるじゃないですか、はい、まあ、フロム A でいろいろ見てたんですよ、はい、まあ、どっちかっていうとその海の家とか、はい、なんかそういうなんかリゾート系のバイトがいいなと思って探してたんですけど、ちょうどいいのがあったんですよ、うん、もう3泊4日で、まあ、の旅館、はい、で、まあ、の給仕のバイトをするみたいな、ほうほうほう、まあ、金額、まあ、大体これぐらいの金額がもらえますよって書いてたんですけど、はい、
まあ、見てみるとその出張面接所があの東京都内にあったんですね、まあ、阿佐ヶ谷っていう駅にあったんですけど、はいはい、まあ、そこに電話して、はい、まあ、阿佐ヶ谷駅まで行って面接してもらったんですけど、はい、あのそこ履歴書不要だったんですよ。履歴書不要で、まあ、2点だけちょっと確認取らせてくださいと、はい、まあ、それが、まあ、良ければあのすぐにあの現場に入ってもらえますって言って、はい、家の近くにご家族がいないことと、まあ、独身であること。ちょっと怖いですね。そうなんです。もうこの2点さえ、まあ、あの OK であればいいですって言われて、家の近くにご家族がいないこと、いないことです、まあ、それは冗談で言われたのかどうかちょっと全然分かんないんですけど、はい、まあ、面接だま冗談言うのかなとも思ったんですけど、あ、まあ、じゃあ大丈夫ですねっていうことで、まあ、そこから2週間後ぐらいに、はい、まあ、その現地に行くんですよ、はい、ちょっとどこかは言えないんですけど、はい、まあ、大体電車で4時間ぐらいかなと思うんですけれども、ね、はい、でそこに着くと、まあ、旅館の、まあ、バンみたいなもので迎えに来てもらえるんですよね、はい、でその時あの一緒に働いてた人が4人いたんですけど、はい、働く予定の人が、まあ、全員で車に乗り込んで旅館まで行くんですね。車で大体1時間ぐらい、あ、遠いですね、もう離れてる距離にある、もう本当秘湯みたいな場所なんですけど、はい、建物はまあおそらく、まあ調べてみたら結構古くからある建物だっていう話なんですけど、まあ、結構新しかったんですよ、まあ、多分建て替えられてるんじゃないかなっていう、まあ、場所だったんですけど、まあ、そこに僕と大学生の男の子と、まあ、50代の男性とあと30代の男性、まあ、4人で行ったんですね。で一番初めにあの旅館について旅館の方に説明を受けるんですよ。まあ、近くにまあコンビニがないと、まあ、30分ぐらいの距離にあるから、まあ買い物はもう全て建物の中で済ましてくださいとか、まあそういう説明を受けるんですけど、一番最後に言われたことが、その4日間もう旅館の外には一切出ないでくださいと。でこれはあの後ですぐ理由は分かることになるんですけど、旅館の後ろに離れがあるんですよ。でその離れはあの小学校の旧校舎みたいな感じなんですね。もう踏むともうギシ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 音が鳴るぐらい古いんですよ。でも結構大きいところってことですよね。離れも思ったより広かったですね、はい、でその一番手前の方にあのお客さんも入れる、まあ、大浴場みたいなところがあるんですけど、はい、その奥は従業員のみなんですね。立ち入れるのが、はい、でそこにもう直立不動のツキノワグマの剥製が30体ぐらい並んでるんですよ、横並び。ほう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 、あ、なるほどって言って、クマが出るから、あ、なるほど、そうなんですよ、外には出ちゃいけないんだって思ったんですね、はい、でそのまま先に行くと今度は食堂があるんですけど、はい、その食堂の説明を受けてる時には外見るんですね、はい、外窓ついてるんですけど、はい、まあ、なぜかその外国人女性の方がスコップを持って穴を掘って言ってたんですよ。ほうほうほう。でその方々がなぜかみんな泣いてるんですよ。泣いてる、号泣してるんですよ、まあ、気になるじゃないですか。なんでその30代の男性があれ何されてるんですかって聞いたんですよね、まあ、そしたらその旅館の方があらゴミ捨ててるんですよと、はい、って言うんですよ、はい、ゴミを捨てるだけでまあ泣くのかなって思いながら、まあ、一応まあ説明を終えてその日の夕方からその給仕の仕事に入るんですよね。おかみさんみたいな方がいたんですけど、まあ、その方がまあものすごく厳しい人なんですよ。そのこれが湯葉巻きですって言われても分かんないんですよ、見た目で。なるほどなるほど。でそれこれは一体何なんですかってお客さんに聞かれたらいちいち聞きに行ってたんですけど、その度に怒鳴られるんですよ。なんでそんなものも分かんないのと。その後にお風呂に入りに行くんですけど、まあ、みんなずっとその旅館の悪口に言ってたんですね、まあ、ある話題になるんですよ。そういえばこの旅館って外国人の人ばっかだよねって話になったんですよ。なるほど、はい、表だって僕らが見た日本人の人ってもう 3,4 人ぐらいしかいないんですよ、まあ、あと全部外国人女性の方なんですね。外国人の女性、女性です、はい、みんなスタイル良くても美人の人ばっかりなんですけど、はい、何なんだろうねみたいな。まさかこんな山奥で全員不法入国とかってないよねみたいな冗談で話になるわけですよ。いやでもこんな有名な旅館で、まあ、そんなことまああるわけないだろうって話になったんですけど、その大学生の子がいやでもって一言言ったんですよね。あ、いやでも何でもないですって言うんですよ。何何何って言ってもいや大丈夫です何でもないですって言って、あ、じゃあまあとりあえずじゃあお風呂上がろうかって言ってもお風呂上がるんですね。だいたい2時に寝て4時に起きなきゃいけないんですよね。4時起床なんですよ。でも寝ようかなと思ってたら、あ、ちょっと僕トイレ行ってきますってその大学生の子が言うんですよ。でトイレまで一人で行ってくるんですね。で僕らもう寝ようとしてるじゃないですか。トイレからその大学生の男の子の叫び声が聞こえたんですよ、まあ、急いで行くじゃないですか。行ってみたらトイレで男の子が腰抜かして座ってるんですよ、うん、どうしたのって言ったら外国人の幽霊を見たって言うんですよ。ほう、
でも日本で、僕はその外国人の幽霊を見たって話聞いたことあんまりないんですよね。だから見間違いなんじゃないのって言っても、まあなんかこう彼不機嫌になってたんですね。まあとりあえずなんか疲れてて、まあ見間違えたのかもしれないから、一旦部屋に戻って寝ようよって言って部屋に戻って、まあみんな寝たんですよ。で朝の4時に起きるじゃないですか。布団が畳まれてるんですよ。大学生の男の子がいないんですね。荷物もないんですよ。でもあの旅館の人に聞くんですね、はい、あれ大学生の男の子ってどうしたんですかって言ったら、もうあ朝早くに辞めて行かれましたよ、車で1時間かかる距離なんですよ。確かに。あれきちっと送っていったんですかって聞いたら、あ送って行かれたと思いますよみたいなこと言われたんですよ。はい。でまあ朝ご飯食べるじゃないですか、食堂で。外見ると外国人女性の方がスコップ持って何か掘ってるんですよ。あらまた、はい、で泣きながら掘ってるんですね。で朝の仕事を終えて、昼は長いんですよ休憩時間が、はい、朝食終わったらもう昼チェックアウトじゃないですか、はい、なんですごいあの3時ぐらいまで余裕があるんですね。そっか、休憩の方は確かに時間がねありますよね。でその間ずっとまあみんな昼寝とかするんですけど、その時に50代の男性と僕ずっと喋ってたんですよ、うん、そしたらその50代の男性が、まあ、三好君と、うん、昨日あの接客をしてる時にお客さんからこんなこと聞かれたんだよねっていうんですね、うん、お兄ちゃんさスペシャルサービスってどうやって頼めばいいのかなって、うん、はい、なんか女の子って選べるのって聞かれたんですって、うん、ひょっとしたらここの旅館やってるかもしれんぞって話になったんですよね、なんかちょっと危ないことですね。危ないことを、まあ、ただでもそんなことまああるんですかねって話をしてたんですよね。夜の仕事を終えて、うん、お風呂入って夜寝るじゃないですか、はい、朝起きたら布団が畳まれてるんですよ。あれでもその50代の男の人はいないんですね、うん、あれ50代の男性どうしたんですかって言ったら、いや彼も辞めていかれましたよって言って、はい、一人ずつ減っていってますね。そうなんですよ、うん、今度その30代の男性と僕ちょこっと喋ってたんですけど、その30代の男性が朝起きたら自分の枕元に外国人の幽霊が立ってたと。やっぱここって本当なんかあるのかなってまあ思ったんですね。で食堂に行って食堂でご飯食べてると、まあ、やっぱこう外で外国人女性の方がやっぱなんか掘ってるんですよ。で僕の隣に働かれてる外国人女性の方がいたんで聞いてみたんですよ、うん、こういう放送で言うことじゃないかもしれないですけど、ビザあるんですかって聞いたら、まあ、ノーって言われたんですね。うわ。でその時に手をこうやられて、レシートをくしゃくしゃにしたようなものをパッと渡されたんですよ、まあ、その場で見ようと思ったんですけど、ここで見るもんじゃないかなと思って部屋に戻って見たんですね。で見たらあの広げるじゃないですか、はい、ヘルプミーって書いてあるんですよ、怖い。まあ、そういうことがあったんですけど、夜の仕事を終えてお風呂入って夜寝てるじゃないですか、そしたらその30代の男性に起こされたんですね。三好君さって、あの食堂の方から女性の叫び声が聞こえた気がすると。見に行っても何もないんですね。やっぱり周り見渡しても何人もいないし、何人もないんですよ。あ、よかった、見間違いじゃないですかって言って、食堂の窓の外を見てみると、その女性がスコップで掘っていた場所に、まあ、月のワグマがいたんです。え、なんか食べてたんです。その男性が言うんですよ、こんなに、まあ、この場所に集中してそのツキノワグマがいるってなんかおかしいんじゃないかなと、まあ、あのクマが食べてるものって、まあ、女性のなんか腕みたいな感じに見えなかったって言ったんですよ。なんでよく見えなかったんで、いや、どうなんだろうなと思ってたんですけど、まあ、とりあえずまあ今日のところはまあ部屋に戻ろうっていうことで、まあ部屋に戻ることになったんですね。ツキノワグマの剥製がこう30体ぐらい並んでるところの横を通るんですけど、まあ、その時にいきなりその30代の男性にも頭をグッと押さえつけられたんですよ。まあ、何するんですかって言ったら、いや三好君、あの下を向いておかなきゃダメだと、上を見るなって言われたんですね。いるんだよって言うんですよ。何がいるんですかって言ったら、いやもう外国人の女性がいっぱいいるから絶対に上を見ちゃダメだって言われたんですよ。でもまあ正直あの信じてないわけですよ。でパッて見たら男性のスラックスみたいなやつが6個見えるわけですよ。あ、3人誰かいるのかなって。そしたらもうその男性が、30代の男性がもう僕を守るような形で、三好君絶対上を見ちゃダメだよ、上を見ちゃダメだからね、上を見ちゃダメだからねってずっと声かけられながら自分たちの部屋に戻ったんですね。で戻った後に扉を閉めたり、君はもう眠りなさいって言われて寝たんですよ。で朝の仕事をして車で駅まで送り届けてもらうことになるんですけど、僕たちの靴って本館って呼ばれるところに置きっぱなしにしてます。4日ぶりぐらいに自分たちの靴箱を開けるじゃないですか、靴があの4人分あるんですね。あれでもひょっとすると別の方が入れた靴かもしれないんですけど、靴があの4人分あるんですよ。なるほど、確かにそうですよね。誰がどの靴履いてきたか自分の家があんまり覚えない、覚えてないんですよ。
なんで自分たちの靴だけ履いて車で送ってもらって駅に着くんですけど、まあ、その時に30代の男性が、いや三好君やっぱここ普通じゃないから俺ちょっと叱るべき場所に電話するわって言って別れるんですね。まあ、その時あの携帯電話で連絡先交換したんですけど、ただその30代の男性が叱るべき場所に連絡してみるわって言った後にその旅館がなくなるんです。潰れたんですよ。まあ、そこから 3,4 年ぐらい時が経つんですけど、新宿の歌舞伎町方面に出ていく出口があるんですけど、収録のために出口出て歩いてたんですよ。でそしたらまあ後ろから声かけられたんですね。あ、まあ職質かめんどくさいなって思いながら振り返ったら旅館で一緒に働いてた30代の男性だったんです。警察の方、警察の方だった。あ、警察だったんですね。 でそれで2人組で職質されてたんですけど、壁の方に寄せられて見たものは忘れてねって言われたんです。ということが、でもこれがあの僕があの一応なんか T1 の時にあの3回殺されかけたことがあるっていう感じで言ったんですけど、そのうちの1回です。おそらく殺されかけたんじゃないかなっていう。捜査のために入ってたんですかね、という感じの解釈なんですよね。多分潜入なんじゃないか。そうですね、潜入ですよ。めちゃめちゃ写真撮ってたんですよ。なるほど、じゃあ潜入ですね。友達が農業畜産関係の、はい、学校に通ってたやつがいるんですよ。まあ、そいつがまあ卒業して、まあ、土地区場ってあるじゃないですか、はいはい、土地区場の勤務になったんですね、はい、ただ土地区場って牛とか、はい、そういうものがあるじゃないですか、はい、預かってまあこう処理するじゃないですか、はい、で友達は加工とか担当じゃなくて中 その電話受付とか、まあ、そういうところにまあ配属されたっていう言い方の方がいいんですかね。でそうすると電話がかかってきたんですって、まれ、あ、にいたずら電話がまあ、あるって言ってたんですけど、あ、まあ、そういう方もいらっしゃいますよね。そうです、はい、内容が僕の持ってる肉をばらしてくださいっていう電話内容だったんですよね。でまあいたずら電話だなって思うじゃないですか、はい、でもその人から結構頻繁に電話がかかってくるようになったんですって、はい、まあ、そのちなみにその畜産関係 の農家って言えばいいんですかね、はい、の方ですかって聞いたら違うって言われたんですって、はい、で一応そのああいうものって5種類しか処理できないんですよ、はいはい、ジビエ系って処理できないんですって。あ、そうなんですね。なんですよ。なんでそのジビエ系だったらちょっと処理することできませんよって言ったら、はい、まあ、ジビエ系でもないって言われたんですって。でまあいろいろこうやり取りをしていく上でその肉の重量が44キロあるっていうことが分かったらしいんです。で一応上司に相談するんですって、まあ、いたずらだと思うんですけどこんな連絡かかってきてますって言ったら、まあ、いたずらだからまあ取り合わなくてもいいんじゃないみたいなことやっぱり言われたんですって。でしばらくまあ放置してたんですけどやっぱあまりにも電話しつこくかけてくるんですって。なんでもう次かけてきたらもう警察に言いますよって言ったんですね。で言ったらもう連絡来なくなったんですけど、まあ、会社に出勤するじゃないですか、はい、出勤したら朝その本当真っ赤なスーツケースみたいなものを2個持ってる男性が門に立ってたんですって。電話で聞いてた声で、持ってきたんで直接、はい、僕の持ってる肉ばらしてもらえませんかって言われたんですね、はい、ちょっと事件性がこれひょっとしたらあるのかもしれないと思って、はい、もう今すぐ警察呼びますって言ったらその人もケース抱えたままそのままいなくなっちゃったみたいなんですけど、まあ、さらにこう翌日また出勤してくるじゃないですか。門の前にスーツケースが2個並んでたんですって、スーツケースだけ、はい、で一応まあ警察にそのこれ出さなきゃなってなったんですけど、はい、中身がひょっとしたら大したものじゃなかったら、あ、確かに、まあ、迷惑になっちゃうじゃないですか、はい、で一応中身確認したらしいんですよ。で確認したら白だったか透明だったかちょっとどっちか忘れちゃったんですけど、の袋の中に大量のなんかこう炭ですね、はいはいはい、まあ、何の炭か分かんなかったみたいなんですけど、はい、炭が入ってたんですって、はい、もうパンパンに、はい、あ、やっぱいたずらだったのかな、はい、ってなってたんですよね、うん、でそしたらもうその日のうちに電話またかかってきたんですって、うん、その人からだからやっぱり肉ばらせませんでしたねって言って、肉ばらせなかったからとりあえず焼いときましたと、もし今度いい肉が手に入ったらまたご連絡しますねって電話来てから連絡来てないんですって、でも多分事件とかになってないんで肉とかではないんでしょうけど、炭までになっちゃうとそこから何て言うんですかね、その分かるのかなっていうか元が何だったのかっていうのが、うわ怖いですね。なんでしょう、肉ばらしてくれって旗迷惑な人ですよね。旗迷惑な人ですよね。そんな人いますからね。昔付き合ってた彼女やばかったんですよ、ね
まあ、どんなことがあったかというと、まあ、マキちゃんっていう、お友達がいたんですよ、女の子なんですけど、うん、僕もあの怪談というか怖い話を結構昔から聞くのが好きだったんですよ、はい、でそのマキちゃんのお兄さんがあんまりない職業されてたんで、はい、なんか怖い体験談ないかどうかっていう取材をさせてもらったことがあるんですね、はい、でそのマキちゃんのお兄さん何してるかっていうと彫り師なんですよ。なるほど。なんかその彫り師をされてる中で、なんか今まで怖い体験談ないですかって聞かせてもらったら、まあ、あると、はい、その自分の、まあ、お店にとても綺麗な女性があの来店したんですけど、はい、その女性がもう黒いロングの髪に、はい、まあ、黒いワンピースに、はい、まあ、黒いアームカバーに黒いタイツっていう格好なんです、はい、でもうかもう肌を一切露出させてないらしいんですよ、はい、でその女性があの入れ墨を彫ってほしいと、はい、で来るわけですよね。彫るのはいいけど何彫るんですかって聞いたら、まあ、男性のフルネームを彫ってほしいっていう。おお、なるほど。ですって掘るにしろ見なきゃいけないからってことで、はい、服脱いでもらったんですって、はい、どこに掘るんですかってことで、まあ、そしたらその全部隠れてた部分が全部真っ黒なんですって。でよく見てみると男性のフルネームが掘られてるんですって。でその女性曰くその今まで接客してきた、まあ、男性から名前を聞き出してその男性の名前を必ず掘るんですって。でその男に、はい、お前も不幸になれってなんか呪いながら掘るっていうんですよ。なるほど、そういうことをやってると。そうなんですよ、はい、でも見てみてももう真っ黒なんですよね、はい、もう名前書きすぎてもう掘る場所ないですよって言ったら、はい、その女性に先生はまだ空いてる場所いっぱいありますよねって言って、だから私の代わりに私が掘ってほしい名前掘ってくださいよって言われたんですって、はい、その後大丈夫だったんですかって聞いたらその先生がこう、まあ、めくってくれるわけですよ、はい、掘られてるんですよ名前が、ダンスのフルネームが、はい、まあ、後ろ見てみるとさっきまでいなかったと思うんですけど、まあ、女性が立ってるんですよ後ろに。でその女性が、まあ、黒いロングの髪に、まあ、黒いワンピースにもう黒いタイツに黒いアームカバーっていう女性が立ってるんで、うん、あこれはさっきこのお兄さんが言ってた女性だなって、はい、まあ、なるわけですよ、はい、でも三好くんもどうって言われたんですねそのお兄さんに、はい、三好くんもなんかこうキャンバスみたいなのになればいいじゃないみたいなことを言われて、はい、まあ、その場を後にするんですけど、はい、そんなことあったからっていうことでちょっと謝罪したいって連絡来たんですよ、はい、怖がらしちゃったみたいな、はい、でまあその会いに行ったんですけどなんかマキちゃんの、まあ、格好が、まあ、なぜか全く同じ格好してたその女性と、まあ、黒いワンピースに、まあ、黒いタイツに、まあ、黒いアームカバーって格好だったんですけどなんか何喋ってるか分かんないんですよ。なんかもう結構支離滅裂なことばっかずっと言ってくるんで、まあ、会話にならなかったから、まあ、俺気にしてないよっていうことで別れたんですけど、まあ、不慮の事故で死んじゃうんですね、まあ、葬式に行くとまあこの亡くなった人見るじゃないですか、はい、まあ、見てみると真っ黒なんですね。ああ、また入れ墨を多分どこかのタイミングで多分入れたのかもしれないですけど、はい、まあ、真っ黒なんですよ。でそこで、まあ、あるものを見るんですよ。まあ、この辺りだったんですけど、はい、まあ、この辺りに見覚えのある名前が彫ってるんですね、はい、そう三好って彫ってたんです。で彫ってたんですけど意味が分かんないじゃないですか。別に付き合ったわけじゃないんですよ。何もしてないですもんね。そうです、はい、付き合ったわけでもないのにと思ってで、まあ、その仮装してる間にそのお母さんになんか今回はっていう形でまあ話しかけてた時にいや実はなんか私はなんかある私の家庭はある女に壊されたんやみたいなこと言ったんですよ。で名前聞かされたらそれ僕 の、 昔喧嘩別れした元カノの名前だったんですよ、はい、たまたまかなと思ったんですけど、うん、でその後に僕これ言ってもいいと思うんですけど、武蔵野市ってとこ住んでたんですねその時、はい、で吉祥寺ってとこ住んでたんですけど、はい、吉祥寺のアパートの、102号室に住んでたんですよね。メゾネットタイプだったんですけど、はい、で朝仕事に出ようかなと思って外出たら隣に引っ越しのトラックがついてたんですよ。ほうほうほう。あ、そもそも隣人住んでなかったのかなと思って、まあ、そのまま鍵閉めて仕事行くじゃないですか、はい、戻ってきたら今度警察の人がいたんですよ、はい、でも大家さんも来てて、はい、まあ、大家さんはその1回しか会ったことなかったんですけど、はい、まあ、大家さんが来てて大家さんがずっともう僕に怒るんですね、はい、なんで怒られてるかも分かんないんですけど、はい、そしたらどうやら隣に当日引っ越してきた女性が当日に首吊って死んだんですよ。そんなことあったんですかって言ってパッと渡されたんですね物を、はい、それがその僕と元カノのツーショット写真で後ろに、はい、一平大輔だよずっと一緒と書かれてた衣装だったんです。あ、じゃあ隣に引っ越してきてたのは
でその元からだったんですか。その元カノがストーカーしてたっていうのを聞いてたんですよ。その女がじゃああの黒い女なんですか。そう、黒い女であれなんですよ。しかもあの僕あのお祓いに行ったって言ったじゃないですか。おお、はい、3回お祓いして払えなかったって言われたんですけど、はい、その時にあれ三好さんのもう一人ついてますよって言われたんですよ、はい、なんかあまりにもあの念が強すぎて払えなかったんですけど、なんか身に覚えありますって聞かれて思いつくのがその元カノっていう。うわー、ちょっとってことがあったっていう。じゃあその元カノがそのさっき言ってた真木さんの、まあ、お兄さんとかに接触してなんかあったんすかね。なんで そこで繋がったんでしょうね。僕仲良かったんですよね、マキちゃんと。ってぐらいなのかな。なるほど。だからそこをこう邪魔したいじゃないですけど、なんだこいつってなって、なんかちょっとそういう洗脳チックなことしてたんですかね。そうですね。元カノもあのここにあのあれなんです、三好一平って入ってたんです、入れ墨。めっちゃ恨まれてるよ。僕があの昔家電の配送業をしていた時があったんですけど、その時に行った家が あるんですけれども、はい、そこはめちゃめちゃ不思議だったんですよ。はい、あの玄関のエントランス入るとなんかあのもうめちゃめちゃ寒いんですよ、冷蔵庫みたいに。でもあの今ってあのエントランスにエアコンがついてるところってあるじゃないですか、はい、結構多いですね。でもそこってめちゃめちゃ古いんですよ、建物。だからエアコンなんかないんですよね。でまあすごいもう寒いんですよ、はい、いやなんだろうねとかって、まあ、2人で言ってたんですけど、でそれお客さんの家にあのテレビ台の組み立て設置で行く予定だったんですよ、はいはい、あのエントランス入ってエレベーターのボタンを押して中に入るんですけど、まあ、お客さん家が3階だったんですね、うん、で3階のボタンを押すんですけど、なぜか3階のボタンが押せないんですよ。おー、エレベーターので2階4階押せるんですよ、はい、まあ、じゃあとりあえず4階を押して4階まで上がって階段で降りてきたんですよね、はい、3階まで。でもお客さんの部屋の前に着くんですけど、まあ、そうするとまあ本当になんかあの信じられないかもしれないんですけど、はい、隣にいるやつが僕の、立ってる正面がお客さんの家なんですよ、はい、でもう一個隣に扉があるんですけど、そっち側のインターホンを鳴らしたんですね、はい、ピンポンって言って、いやいやそっちじゃないよこっちだよって言っても、そいつがなんかあの僕のこと無視するんですよ。こっちだからって言ったら、あなんか俺したみたいなこと言うんですよ。おなんかこう何からかってる感じなのって思いながら、まあ正面の家のボタンを押したら、まあ、中から女性が出てきたんですよね、金髪の。夏場だったんで外がめちゃめちゃ暑いんですよ、はい、なんでしょ、中で組み立てさせてもらっていいですか、はい、っていうことを伝えて、まあ、中でテレビ台組み立ててたんですよ。でそしたらまあ隣 の、そのもう一人のやつがこうインターホンを押した方の壁の方からダーンダーンダーンって音聞こえるんですよ、お客さん隣やばくないですかって言ったら、もうお客さんが首かしげてるんですよ。でまたダーンダーンダーンって音がするんですよ。いやお客さんこれ行った方がいいレベルですよって言ったら、お客さんがなんか聞こえるんですかって言うんですよ。え何またからかってる感じって思いながら、まあ急いでテレビ台を組み立てて外出てエレベーターの方に向かうんですね。ボタンを押して1階まで降りようとするんですけど、テレビ台を組み立てたんであのドライバーを持ってるわけですよ、はいはい、でまあ、ドライバーでこう手遊びしてたんですね、もう一人のやつが。でその勢いよく振ったのがあのエレベーターの壁にコツンと当たったんですよ、はい、その瞬間に痛いもうやめてって声が聞こえたんですね、もういい大人2人がですよ。急いでもうなんかあの1階のボタンを何度も何度も連打して飛び出したら、管理人の方が外でモップかけしてたんですね、うん、まあ、こういうことがあってみたいな、まあ、このエントランスもおかしいでしょみたいなことを話したら、あ実はあのこのマンション、あの大島テルさんにも載ってるんですけど、うん、あのあるやばい事件が起きてるんですね。にあるマンションっていうマンションなんですけど、まあ、どういう事件があったかというと、元交際相手の男性が元カノの家にやってきて、元カノをあのめった刺しにして殺すんですよ、はいはい、殺した後に別のマンションに移動してその上から飛び降り自殺した。うわ多分それじゃないかなって言ってたんですね。でその前にその一緒にその乗ってたやつがエレベーターの中で、まあ、ほくろがものすごく顔にある女性を見たっていう話をしてたんですよ、はい、でちなみにそれ何号室に届けに行ったのって言ったら、はい、あの3階の部屋ですって言ったら、もうあの管理人の顔が曇るんですよ、はい、いや実はニュースにもなってない事件がここもう一個起きてるんだよねって、はい、でそれはあの、まあ、似たような事件なんですけど、元交際相手の女性の顔面をプラスドライバーでめった刺しにした、事件が、はい、でもそれ大島テルさんに載ってないんですよ、それなんじゃないかなって。だから兄ちゃんそれほくろがものすごく顔についてる女の人見たって言ったでしょ、それほくろじゃないよって言って、うわもう顔面にもうめった刺しにされたもうプラスドライバーの穴だよ、
っていう話を聞いて、本来はやっちゃいけないんですけど、僕らあまりにも怖くて、あのその建物を僕ら二度と行きませんって言って配送 NG を出したっていう。いや怖っ。だからそのドライバーをこうしてて当たった時のその痛いもやめてよっていう、まあ、多分おそらくその女性なんじゃないかな。一致しますもんね。そうなんですよ。所沢にある、はい、あの慈恵医大病院っていうのがあるんですけど、そこをあの清掃業者の方が入ってるところ の、 あの待合室があるんですけど、はい、待合室のちょっとちもうすぐ近くですよねに霊安室があるんですけど、その霊安室札をかけるらしいんですよ、はいはい、確か人が入ってたら赤、人が入ってなかったら白みたいな感じがあるんですよね。である時その電球って切れちゃうじゃないですか、はい、電球ちょっと変えてきてくれって言って、まあ、霊安室の確認しに行ったら札がいない札になってたらしいんですよ、はい、誰もいない札に。あ、じゃあこれ電球変えれるなって思って、まあ、倉庫から電球取って中入ったら、まあ、霊安室に今人が寝てたと。あら、いるじゃんって思ったら、まあ、その寝てる人が正確なちょっとあの部屋番号忘れちゃったんですけど、まあ、あの612とか、はい、まあ、そんな感じの番号をずっとまあつぶやいてたんですって、はい、外に出て、あ、すいません、あの人今霊安室に人いましたよって言ったら、いや霊安室今誰もいないからって言って、もう一回見に行ったら何もなかったみたいなんですけど、そこにいるあの所長さんというか、はい、まあ、一番上の立場の方があの急に辞職されたんですって、はい、あの仕事を辞めたんですって、はい、で辞めてまあ別の所長さんに変わったんですけれども、まあ、ある時こう霊安室に人が運ばれてくるわけですよ、はいはい、でその運ばれてきた人を見ると、まあ、それがその所長さんだったんですけど、所長さんがなんか実は癌かなんかを患ってその病院に入院したんですって。でその時にあの入院してたところがあの612号室だったっていうんですけど、あ、そういえばよくよく顔を思い出してみたら所長の顔だったわっていう、なんかそういう体験をしたっていう人もいるっていうか、不思議ですね。というわけで、本日のゲストはですね、三好一平さんでした。ありがとうございました。すいません、どうもありがとうございました。こんなゲストに来ていただきました、キネ久人さんです。よろしくお願いします。お願いします。階段やってます、キネ久人です。僕インターホン怖いですね。あ、え、なんでですか。浮気されて別れた女の子がいて、はい、そっからより戻したいって言われて、はいはいはい、でもいやいや君が浮気したんだからってなった時に、まあ、ストーカーかみたいな感じになっちゃって、ピーポピーポピーポダダダダみたいな、うわ、それがちょっと怖いですね。やっぱ夜中とかインターホンになるとまた来たんちゃうかみたいな。あ、そうそうそう。もうそれは円満に解決してるんですか。円満解決してる。それ安心しました。まだ来てるとかないですか。大丈夫です。これ流すことによって、もう全然全然来ないです。大丈夫ですか。いや、家に確かに怖いですね、夜中インターホン。僕初めて痴漢だったの東京でしたもん。痴漢、多分まあ男と思ってだと思うんですけど、しかも女性でした。なんていうんだ、足の間を後ろからですか。ぐわって、あの折り際に、ザワって、折り際にボディチェックみたいな感じ、一瞬だけですか。あ、一瞬だけ、ブワーってやられて、ブワーっていっちゃって。どんな感じなんですか。もうポカーンですよ。あれ、なんで当たったみたいな。怖っ。後ろ姿しか分かんないんですけど、まあ普通に OL みたいな感じの方だったんだよな。でも23ぐらいの時に、意外と最近、仕事から帰ってて、夜10時ぐらいです。帰ってて、誰かつけてくるなって感じがあったんですよ。当時愛知県のちょっと田舎の方で、はい、まあ、家はあるんですけど10時ぐらいも人あんまいないみたいな、はい、つけてきてるよな、でも男だし大丈夫だよなと思ってて、そのまま家に入って、で夜中の1時ぐらいにコンビニ行こうと思って、はい、家出て、でコンビニの買って、はい、駐車場があってマンションあるんですよ、はい、で駐車場通った時に車の陰から人がファッて行ったの見えて、えって怖かったんです。早歩きしてバッて入ったんですよ、はい、え、何だったの、警察に言おうかなと思ったんですけど、それだけじゃ別に何もないんじゃないか。めっちゃ不審者ですよね。気持ち悪いなと思って、でそれから1時間ぐらいかな、夜の2時ぐらいに寝室の、ま、カチンみたいな電気を消した時にピンポンって、はいはい、それ怖かったっす。怖っ。さっきの、まあ、チャイムじゃないけど、うん、あれ怖かったな。結局誰だって出てないんですか。もう見れなくて、ドラララって売れて、怖っ。でもそれだからって言ってまた警察にも言えないし、確かにピンポン鳴ってるだけって。あと不思議なのは、ワンルームだったんですけど、はい、結局そのちっちゃい電気だからベランダ側にいると見えないはずなんですよね、電気。おー、明るいかと思いますよね。
覗き窓が見えるのかな。確かにずっといた説ありますよね。反対側からだったらなんか方法使えば見えるみたいなありますよね。あって言いますもんね。なんかありましたよね、一時期セロハン貼ればみたいな。セロハン、なんかコップあるとかありましたね。そうそうそう、それとかかもしれないですね。うわ、怖っ。それも1回だけだったんですか。家勝手に誰か入ってる、一番怖いかもしれないですね、結局。でも最近聞いた話で、同じような感じで北海道におじいちゃんおばあちゃんの家があるってこと で、はい、でそこに行って小学生の頃だったかな。で女の子で2階の仏間に寝てて、はい、気づいたら夕方だと、で、あ、夕方だと思って起きなきゃと思って、その寝ぼけまんごでわーっと起きて、でなんとなくバーって窓の外見たら石階段、はい、石段があって神社があったんですね、はい、で、あ、行ったことないな、神社があったんだと思って、そのままあの家出て階段登ってったんですよ、はい、でも全然神社に行かなくて、はい、あれって、でもまあ行こう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 って言っても全然たどり着かなくて、戻ろうと思っても戻れないんですよ、次は。で、あ、疲れたと思って座り込んでから気づいた時には周りにそのおじいちゃんとばあちゃんがこう囲んでて、何やってるんだってなってて、で言われたのがそっから結構遠くのなんか茂みでみたいなところで寝かされてたんです。だから寝ぼけてるんですかね。無遊病とかの可能性もありますよね。まあ可能性もありますよね。なんだ。でそのまああの神社ともないし、っていう。普通に、あ、女の子の友達で家帰ったら窓が開いてたのかな、はい、でそこの窓って開けないから、はい、おかしいなと思って、絶対おかしい、あそこで絶対おかしいと思って警察に連絡したんだ、はい、でそしたら侵入されてて、調べたら同じ会社の同僚だって。で多分休憩所とかで合鍵作って、うわーやば。で家は多分まあなんか書類見たのか、まあ、そこまで聞きないですけど、入ってたらしい。勝手に入って窓から出てみたら、確かに休憩時間で鍵まで持っていかないかって考えると、結構だからいたんでしょ、直前まで多分。可能性ありますよね。入ってきてやばいと思って窓から出たとか、ね、しかも同僚だったら分かるし。そうですよね、怖っ。まあ、とあるでも遊園地でみたいな話ですけど、はい、ジェットコースター乗ってたらこう最初上がってるじゃないですか。ああ、ありますね。で、な、右側に線路が、その先の線路があるんですけど、はい、そこの線路の上を親子が手つないで歩いてる。うわー怖っ。それはなんかグッときました。あ、楽しそうに遊んでるのか、うん、でも、だから言い方変えるとそうか、うん、別に霊感とかない方なんですけど、ちょっと怖いですけどね。でもやっぱ怖いですよ、うん。まあ都市伝説なってるかもしれないですけど、僕はとりあえず初めて聞いた。前の職場の先輩、はい、まあ、A 君にしますけど、 A 君が小学生の頃に放課後グラウンドのバスケットコートで、はい、友達3人でバスケしてたんですって、はい、で冬の日で夜、まあ、夜というか夕方6時ぐらいまでわーってやってて、でやってる間にもそのバスケットコートの裏って山になってて、はい、その山の方からおぎゃおぎゃって赤ちゃんの声聞こえるんですって、うん、でただまあ山って言っても向こうは団地で、はい、まあ、その響いて聞こえてくるっていうのがあるのかなと思いながらやってて、で、まあ、それかも暗い中でもそのバスケットコートだけ街灯っていうかライトついてたらしくて、だからずっとやってたんですね。で夜の7時ぐらいになったのかな、その友達一人がシュートして、そしたらそのゴールの角にガーンって当たって、その裏も入ってたんですって。でも取りに行けよっつって、でその友達が行こうってなった時にガサガサって音して、うん、あれってみんな止まって、3人とも止まって、でずっとガサ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 言ってるから3人こうそっちの方見てみたら、ガサ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 って全裸の老婆が出てきちゃった。怖っ。で四つん這いになりながら、うん、さっきの赤子の声、おぎゃーおぎゃーって言いながら、うわガサガサガサって来て、うわーってなってこっち来るんです。でそのバスケットコートの街灯、光にブワッと入ってくる時にうわって消えた。でそれでうわーって言いながらその A 君たちブワーって校舎の方へ行って、ちょうど職員室が、まあ、あの電気ついてたから入っていったら担任の先生いて、今変な人いた、うん、でも多分幽霊だと思うみたいな話したら、何もいるわけないだろう、まあ、先生ボトっとくから、でもまあ先生もこんな時間にはもうあっちは行かないから気をつけるよって言われて、なんかあるのかなって思ったっていう。だからなんか多分体験した人が一人じゃない説ありますよね。うん、いろんな生徒が体験してるってことですよね。怖、ね、うち目乾いたし。でそれから、そうそう、でそれからその A 君銭湯とか温泉行けなくなったんですって。でなんでかっていうと、老人、まあ年配の方の
裸を見るとそのことを思い出すから、トラウマじゃないですか。そうです、なんか変わったトラウマ、それも、それ応募作品やったら多分1位取ってましたね。本当ですか。ぶっちぎりで欲しかったなんか。逆にその幽霊がトラウマになる言葉やっぱ多いんでしょうね。確かに髪長い女の人がやっぱあれですよ、リングの影響、貞子の影響ですよね、絶対。髪長くて顔が見えてない人が怖いって思うのって、そうだと思いますよ。あれ普通に女子生とかやっててもちょっとゾクッとするじゃないですか。あれ絶対リングのせいですわ。ってなったらやっぱりリングって異様なんですね、やっぱあれ。リングのあの映像って。革命ですよね。革命、異様なしとけたんでしょうね、例の。幽霊像みたいなのを作ったというか、白ワンピで髪が長いみたいな。はい、というわけで本日のゲストはですね、杵久人さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。